水の高いところ、水の高、はい、おお、やめてきた、激坂解説の途中でございました。来て1点返せるか、これが惜しい。勝ったのは4対0高難射撃坂。開いた、開いてきた、ジェリータ、ジェリータ1点目、ダイレクト、グッド、1点返した。そうですね、7対1勝ったのは日立システムズ。さあ、山部のシュート。大丈夫か、キーパーの位置、キーパーの位置が心配だな。もういいや、大丈夫、ソレッチないな、でも決めるとも決めますね。6対0勝ったのはオーケーセレクト。ヤンマル、ヤンマルシュート、先制はリノーノ、入ってきた、出してきて、シュートー、スタジアルに追いついたというところで2対2引き分けでございました。追いつきましたね。そうですね、ギリギリのところでございました。いやー、いいところ蹴りますね。ジェリータ、やばー、先制、ソネッチュー、落ち着いている、よかった3対2オーケーセレクト。振り向いたぞ、入るぞ、これ C3PO、 ジャンガチャンガチャン、入れてきて、ジャンのヘディング、ということで4対2リベンジ達成、スタディアリーズ。ご視聴いただきありがとうございます。社会人 e スポーツリーグアフターシックスリーグの Day8 をお送りいたします。今週も緊急事態宣言が続いておりますので、人数を最小限にしてお送りいたしております。進行役は先週に引き続き私チャチャムラが務めさせていただきます。アフターシックスリーグも佳境を迎え、毎試合毎試合ですね、試合の入れ替わりが激しくなってきて熱も帯びてきている、その一球一球を、ね、しっかりと伝えていけるように本日も努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ウイニングイレブン Day8 を一緒に盛り上げてくださり、解説を担当していただきます。本日は東京ヴェルディ e スポーツチームの日向さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京ヴェルディ e スポーツチームの日向です。今日は首位の1位対2位の対決とかもあるということで非常に楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たち2人でアフターシックスリーグのウイニングレブン部門を盛り上げてまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。アフターシックスリーグは戦う、つながるをテーマにした社会人 e スポーツリーグです。 e スポーツは年代や性別、ハンデキャップといった様々な壁を越える競技です。このグローバルな競技である e スポーツに求められるものは集中力、戦略的思考、チームワーク、スポーツマンシップ、これらは企業で働く社会人に通ずるものがあります。そこで社会人の能力を生かせる e スポーツで企業チーム同士がぶつかり合う場を作り、社会人の新しいスポーツ文化を作り出していきます。職場とは異なる定時以降の新たな戦いとつながりの場、それがアフターシックスリーグです。採用ゲームタイトルはリーグオブレジェンド、ブロスタ、エーペックスレジェンズ、 e フットボールウイニングレブン2021シーズンアップデート、 PUBG モバイル、以上5つのチームワークが求められるタイトルとなっております。アフターシックスリーグはご覧の企業様の協力のもと開催されております。またウイニングレブン部門ではこちらの8社が出場されています。Day7 までの順位はこのようになっております。ヒューガさん、いかがでしょう。先ほどもやはり1位と2位の対決が気になるということでしたけれども、はい、はい、なんか、ご覧になった試合で気になる企業様ってございますか。そうですね、やっぱり、はい、激坂さんは、はい、前半
良くない試合とかでも後半立て直してしっかり試合通して勝ちにつなげる試合だったりとかがあったりとかして、やっぱり今1位に通ずる試合展開できる実力があるのかなと思いますので、この1位を倒しに2位の OK セレクトさんが行くのかとか、あとはリロードさん、4位のリロードさんもこの今日激坂さんとの対戦、勝たないとなかなか厳しい順位になってくるのかなというところで注目してます。はい、はい、ありがとうございます。そういった、ね、順位の方も、気になりながら、後半、楽しんでいければと思います。それではここで e フットボールウイニングイレブン2021シーズンアップデート部門の副賞を紹介させていただきます。日本エイサー株式会社様からはシグマライン KG251 が提供されます。フレームレスデザインの 24.5 インチでゲームプレイにより没入できるモニターです。 e ポスゲーミングジャパン様からは GSP500 が提供されます。原音を忠実に再生し、驚くほどナチュラルで空間的な広がりあるサウンドを生み出す開放型ゲーミングヘッドセットです。続きましてルールの方を簡単ではございますが説明いたします。対戦方式は2オン2、両チーム2人を選出したペアプレーでの対戦となります。試合時間は10分、試合形式は総当たり2回戦のリーグ形式となります。順位決定はサッカーでおなじみの勝ち点方式を採用しており、勝利で3点、引き分けで1点の獲得となります。また勝ち点が並んだ場合は得失点差、総得点、直接対決の結果で順位が決定いたします。その上で同率だった場合のみリーグ最終日に順位決定戦を実施いたします。それでは本日の対戦カードはご覧の6試合となります。なお対戦カードはアフターシックスリーグ公式サイトでも確認することができます。第1試合は株式会社講談社激坂対リロード株式会社となります。ホーム側株式会社講談社激坂からはコウ選手、ケンタクルス選手の出場となります。それではケンタクルス選手、本日の意気込みをお願いいたします。はい、なんとか首位を走っているので勝てるように頑張りたいです。あとリロードさん、第一節で当たってその後実は商談じゃないですけどご挨拶をする機会ありまして、はい、その時にお会いしたお二人なのでぜひ頑張りたい。はい、ありがとうございます。アートのつながり方と、いう面白い対決が期待できるかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは対するアウェー側リロード株式会社からはウッチー選手、ヨッシーメルメル選手の出場となります。ウッチー選手、本日の意気込みよろしくお願いいたします。はい、今日は2試合あるんですけど、まず連勝できるように初戦頑張っていきたいと思います。はい、講談社激坂様との商談はうまくいきましたでしょうか。企業秘密です。大変でしました。はい、そうですよね、踏み込みすぎました。土足で踏み込むところが私までございますので、ありがとうございます。関係良好です。はい、良かったです。はい、ありがとうございます。はい、では、試合開始前に皆様には恒例の掛け声のご協力をお願いいたします。私がアフターシックスリーグと言いますので続いてスタートとお願いいたします。それでは一発本番で参りますので準備お願いいたします。いきます。アフターシックスリーグスタート。さあ、両チームの皆さん、試合の開始をお願いいたします。本日は、解説ヒューガさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。アフターシックスリーグの解説を初めてということで。そうですね、はい、どうでしょう、試合はなんか見られて感想とかアフターシックスリーグのイメージとかございますか。はい、まずこの2オン2というモードの解説といいますか、人のプレーをこうしっかり見て解説をしていくっていう目線で見るのが初めてなので。なるほど、はい、この今日の前に、はい、見させていただいたんですけど試合を、はい、なんか2人の新しい連携だったりとか、はい、なんか僕自身も勉強させてもらうところが多かったので、なるほど、何か僕自身も吸収させていただいて、はい、バンバンコメントしていただいて、はい、ランコムさんに関しては試合中にもうこここうした方がいいってピンポイント指摘しますので、はい、あ、なるほど、プロの目線で見てこれこうだよっていうのもその場で、しかもやっぱ皆さん社会人ですので、はい、吸収力が早くですね、はい、その場ですぐパパパパッと言った通りいじってきたりして、それで逆転したりとか、はい、リズム変わったりしますので、はい、あ、そうですね、はい、ぜひ教えていくようなつもりで、はい、解説をやっていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。激坂さんの、はい、コウ選手の方ですね、はい、
東京都の、はい、鹿児島県 の、 あの全国 e スポーツ選手権の東京都予選で実はお会いして、はい、出場していたので。なるほど、はい、編集長ですよね。はい、お会いしていたので、はい、全国高校サッカーの時にインタビューを受けてたのでびっくりしました。うわー、いるやんと思って、はい、ちょっとあの、はい、偏らないように解説していただいて、ね、ぜひ平等に解説して、はい、講談社劇作にだけ素晴らしい解説を入れてたので、ね、平等にもね、はい、はい、よろしくお願いいたします。講談社、劇作家がやはりバイエルンミュンヘン、そしてリドの株式会社イベント、やはりこの2チームが強くなってくるかなと思いますが、どうでしょう、ひばさん、今週のこの2チームの調子、いかがですか。そうですね、やっぱりバイエルンの方は調子が良さそう、はい、そうですね、やはりコンディションはバイエルンいいか、イベントスは今週どうでしょう。イベントスも、はい、悪くはなかったと思うんですけど、はい、そのロナウドだった2人が良くはなかったと思うので、はい、対してバイエルンはレバンドスキが良かったりとか、はい、エースがかなりいいので、やはりその調子が絶好調になりやすいということですね、はいはい、まあ、ランダムなので、はい、そこロナウド調子どうなってるかとかは、なるほど、はい、お互いのエースがどう勝敗を分けるかというところですね、はい、さあフォーメーションも今設定でございますかね。ゆうかさんはどういったフォーメーションでよく、プレーされておりますか。はい、今ユベントスさんの方が、はい、4-3-3 みたいな形で、はい、ね、キエーザがトップした ST でいたんですけど、はいはい、まあ、それが OMF にした 4-4-2 みたいな形を使ってで、全国 e スポーツ選手権も戦ってました。なるほど、はい、ヒューガー選手さんは、ユベントスを使ってる。そうですね、ユベントス使ってたので、はい、かなり特徴は、はい、捉えてるかな。やはり中央にこう固めたりとかいうフォーメーション、あ、やはりそうですね、はい、が、ユベントス中央に固めるのはやはり強いですか。こういったそうですね、はい、やっぱり中でこうごちゃごちゃってした時に人数多い方がマイボールになったりっていう率が高いので、なるほど、強いですね。やはりゴール前の自己根拠多いので、その辺もやはり中央固めてる方がというところですね、はい、あ、ただバイエルンの駅坂さんのその、はい、外に選手を置くシステムも、はい、こう後ろでボール持った時に、はい、簡単に外にまず当てれるっていう選択肢が増えるので、はい、なるほど、はい、お互いにその、特徴の攻めができるかというはい、現在順位で言えば高段者駅坂が1位、移動部が4位、ヒューガさんも、ね、注目したいという試合で、ね、いきなり第1試合目から来ます、はい、リロードさんは勝ち点的にもここはもう、はい、負けずついていきたいところではあると思いますので、激坂、ね、も、2位の OK セレクトとは、勝ち点1点差でございますので、負けるわけにはいかないというところでございます、はい、さあ、デイ8まもなく第1試合が始まります。講談社激坂がバイエルンミュンヘン、リロード株式会社がユベントスというチーム選択でございます。さあ本日の第一試合がキックオフされます。画面向かって左側から右に攻めますのが赤いユニフォーム講談社劇作がバイエルンミュンヘン、右から左に攻めますがリロード株式会社ユベントスとなっております。さあまずキックオフ気をつけていきたい、このキックオフ仕様というのはやはり、はい、そうですね、プレーする上では緊張するシーンですね、はい、守備側は特に、はい、もうファールしてでも止めたい。そうですね、ランコムさんもわざとも一回そうに出すって言ってましたから、ね、はい、さあ早速抜けてきて、いやーやはりキックオフから入りましたね、入りました。講談社劇作家大事なキックオフをものにしていきました、うん、1対0。今キックオフ直後、はい、1回ミスってちゃったと思うんですけど、はい、その後しっかり落ち着いてビルドアップしてましたね、はい、なるほど、やはりこの辺が1位たるゆえんか、うん、やはりそのプロ同士の試合でもこういった時間帯にポンと1点入ってしまうこととかもありますか。そうですね、やっぱりでもかなり集中力高めてやるので、はい、そうですね、やはりここの動き、はいはい、かなり、まあ、集中力高める分ダメージもでかいので。そうですよね、まあ、ただまだ早い時間なので。そうですね、はい、逆に言えばまだまだ時間ありますので、リロードはこれからまたゆっくり作っていきたいというところ。ウッチーしかし2人でプレスをかけていく、こうケンタクルセ、大きいですね、開幕。そうですね、やはりいきなり先制取ってきました、ケンタクルセ。奪ったのはウッチ、中央にいるがケンタクルセがインターセプト、こうにつないで短くつなぐケンタクルセ、まあ、出してくるか、これはオフサイド、惜しかった。この外から中に動き出す、はい、今のニャブリもそうですけど、はい、それを狙っていい感じでさっきの1点も取れましたし、なるほど、いや、あの外に開いている選手気をつけたいですね、はい、守る側リロードはそのサイドの選手に気をつけたい。さあ今度はリロード、ヨッシーメルメルキープして左サイド中に入れるが、これをカット、こうエンタクルス、ここサイドが開くので、ここですね、はい、当てやすいですね。ここはリロードは気をつけて守りたい。リロードは、多分は LCB と RCB、RSB 入れていたので多分ここのスペース気をつけたいですね、はい、
対する講談社は CB、4CB だったかと思うんですが、はい、サイドバックの裏気をつけたいなリロード株式会社。さあケンタクルスフリーキックどこに入れてくるか、中央当ててくるか、これを落として拾いたい、拾ったらウッチしっかりと前を向いて、ただここパスミス、ここ1個前当てれれば3人三角形できるので、はいはい、リロードさんはしっかり落ち着いて当てたいですね。なるほど、こういったプレーですね、はいはい、こういうのは当たってくると、はい、落ち着けるかなと。リズムも出てくるか。さあヒューガ選手の言った通りリズム出てきたか、左サイドウッチ上げてきて惜しい。さあラストパス、これをナイスなんとかカットを後段射撃さか、ウッチから失礼しました、ウッチ選手に渡ってヘディング合わせられるか、ケンタクルス、これが後段射撃さか拾う。さあこうケンタクルス繋いでいく、スルーパス出してきた、ここですね日向さん、はい、今オフサイドにならないように動き出しもうまかったですね。素晴らしい。さあ右サイド入れてきてケンタクルス、リアサイド惜しかった、やはりあの右サイドですね、はい、サイドが捕まえきれてないので、はい、後段射撃さかはそこついてくるでしょう、はい、さあやはりしっかりとニア止めます、ウッチこのボール気をつけたいが、うん、やはりあのコーナーキックは有効ですか。そうですね、はい、あそこラインギリギリのところ空いていると、はい、やっぱり狙う方多いのかなと思います。あそこも気をつけたい。さあ拾ったのは後段射撃さか、大きく上げてウッチから落としてウッチ、やこれチャンスですね、さあ締める、ウッチがまた折れかと、さあこれがファウルかないナイスシュですね、はい、ウッチ選手が悔しそうあ俺かうわファウルじゃないと2回ほど落胆しておりましたが、さあ小田崎坂大きく出てきました。中央の奪い合いヨッシーメルメルがこれつなげられるか、しかしケンタクルスが拾ってセンターサークル内、ケンタクルスから落としてこう、ケンタクルス中央に入れてこう入れてきてダイレクト、今のシュートいかがでしょうか。そうですね、やっぱサイドのところから起点になって距離感が遠くなっちゃうもんなんですけど、はい、そこの距離感うまくできてて、はい、なるほど、はい、チャンスになっているとところだなと思います。さあ今度ニアを止めるのはウッチ、蹴るのはケンタクルス、やはりニア、おこのボール気をつけたいが、いやナイスクリア。さあごちゃごちゃした、ここ集中したよ、うん、さあ出ましたゴールキックか、もう一回コーナーですかね。もう一回コーナーですね。さあ出ました、まだチャンスが続きます。後段射撃さか、リロードは集中して守りたい、ウッチーがしっかりとニアを切ります。さあマニュアルで入れてくるぞ、ナイスディフェンス。そうですね、そろそろこのニアのところはしっかり、そうですね、うん、しっかりケアします。ウッチーでコーナーも数多くなってくると入りやすくなってくるので、はい、あそうなんですね、だんだんそういった仕様もある、はい、さあその宣言通りになるか、こう右足、うん、さあしかしこれディフェンスに当たりましたね、ウッチーから、まあ、でもシュートで終わることはかなり大事なので、そうですね、はい、やはり意識して自分たちのシュートで終わっていきたい。あさあケンタクルス抜けるか、うん、惜しい、惜しかった、つかりましたね、リロードさん、ダイレクトでクリア、リロードがなんとか、さあクリアの練習をしたようだがうまくいっていないかさあ拾ったのは高段者激坂、こうからケンタクルス簡単につないできたぞ、おいい守備、ナイスディフェンス。この後ですね、こうですね、はい、ここしかししっかりと中盤ディフェンスされます、はい、激坂、そこ1個キープできればチャンスにかなり広がってくる、はい、さあこれは打ったか、激坂さんはもう全部コーナーとかで終わ、はい、攻撃が1回終わらせれてるの で、はい、かなり今自分たちとしてはやっていて、うん、ペースを握れてるかなという印象ですね、はい、さあまた内がニアを切る、これは大きく蹴りすぎたか、助かりましたね、助かりましたね、はい、さあリロードはまずは1点返したい、このボールを拾いたいがリロード拾えるか、さあ拾ったヨッシーメルメル、チャンスだ、ウッチ抜けてきてヨッシーメルメル、エリア内入った、打ってきた、いいですねシンプルで、そうですね、はい、やはり一度シュートを打ってリズムを作りたいというところ、うん、ね、ペンタクルスからこう抜けてきた、このパスつながってくれ、うん、これはオフサイド、やっぱサイドの左のニャブリと下のミラーのところにボール当たった時、はい、ちょっと緩いのでリロードさんは、はい、プレスディフェンスがですね、はい、そこ行かないと苦しいが、はい、苦しいのかなと。なるほど、リロードはそこサイド気をつけたい、逆に後段者それ分かっていて狙ってる可能性もありますね。そうですね、まあ、簡単に当ててボール持てるなっていうところで今落ち着ける場所があるので、
やっぱり自分のターンというか自分たちのターンが多くなっているのかなと。ここですね、ここの起点、はい、両サイドの起点を生かしてきます。画面下からつないできますのは高段射撃坂健太クルス、うん、入ってきたぞ。これがチャンス。いやーギリギリだ健太クルス、アタッキングサードキープしているのは激坂こうふわっと上げたがこれが合わない。内がなんとかヘディングでクリア、こう止めてヨッシーメルメル、一旦左サイド、うん、大きくまずは蹴り出してきました。まもなく45分になろうかというところ前半戦、ね、仕事より疲れるんですけどという人もやはりそれぐらいプレッシャーが強いか、はい、ヨッシーメルメル右サイドに散らせ、内から大きくサイドチェンジ、いい展開ですね。これはヨッシーメルメル、アディショナルタイム2分、これラストプレーチャンスですよ。ありそうか、上げてきたか、うん、惜しかった。ロナウドに会えばというところですかね。そうですね。さあ逆にカウンター、ケンタクルスからこう、お、これはもうワンプレーある。このサイドやはりプレスをかけていきたい。奪ってケンタクルス抜けてきた、こうのシュート、ポストゴール、2対0。ちょっと取られたくない時間帯だったか。そうですね、ラストワンプレーで決められてしまいましたね。このやはり左サイドからですかね。そうですね、まあ、あとはさっき の, その最後のクロス上げ切ったところ、はい、よかったシュートかなんかで時間帯的には終わりたかったですね。リロードさんはあそこをちょっと奪われてしまったからという形で、はい、さあ2対0となりました前半戦というところで終わって前半が終了しました。さあどうでしょう、ヒューガーさん、今、見ていただいた印象は。そうですね、講談社さん の, そのサイドに、はい、選手を置く戦術がかなりハマっているなという。そうですね、やはりはい、あそこのプレスをかけた方がいいと皆、はい、さんが言ってた通り、あそこからやはり崩していきましたね。そうですね、はい、さあリロードは後半そこをどう修正してくるか。やはり RSB、LSB 入っているとあそこ空きがちになりますかね。そうですね、はい、まあ、あとはもうサイドバックとかに自分でそのカーソルを当てて、うん、もうプレスに誰か一人行ったりとか。なるほど、そういう対策をしなければならないが、さどういう修正を見せてくるか。ただ、はい、2点目が取れない嫌な流れを最後2点目取れた高田社さんはこれ相当、そうですね、はい、リズム出てくるかもしれません。続いて後半挑みますね。はい、さあ後半戦エンドが変わります。赤のユニフォームバイエルンミュンヘン高田社、激坂が右から左、白と黒のユニフォームユベントスがリロード株式会社、左から右へと攻めていきます。左サイドウッチ、これも素晴らしいディフェンス、うん、スローインはリロード、ヨッシーメルメルからウッチ、中央に一旦入れて落としてウッチ、センターサービス。さあディフェンスからつないでいこうかというところか。まあ、いいですね、自分たちのボール少し増やすのは。そうですね、リズムが出てくる、はい、さあ抜けてきた、はい、ウッチ上げてきたが、これが拾えるか、惜しかった。なんとか奪いました、うん、激坂。まだアルトリロード、ケンタクルスの素晴らしいディフェンス。これいい位置で点取りました、ボールを取りましたね。そうですね、さあ右サイド、ケンタクルス上がってくる、上がってくる、上がってくるが、上がってくるがケンタクルス。いや強いリバウンド好き、素晴らしいディフェンス。あそこ、集中して守れてますね。そうですね、はい、やはりニアはしっかりと塞ぎますが、ここのボール気をつけたいが、少し激坂かリズムができていないか。ニアを狙う以外に何か戦術はございますか。そうです、まあ、ファーに高いボールを上げて高い選手に折り返させて、あ、手からのこぼれ球みたいな、はい、こぼれ球だったりとか、ガチャ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 させる戦法ですね、はい、なるほど。結構あの公式戦とかだと入っちゃったりします。あ、なるほど、やはりそういった使用ついてくるのも大事、はい、さあこうが右から行こうかというところ、画面奥奪ったのはウッチ、リロードはまずはマイボールの時間を増やしていきたい。ヨッシーメルメル、ウッチ、いや、これいいボール来た、立てます、ヨッシーメル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 、ヨッシーロナウドメルメル、1点返した、2対1。いや、1回、はい、前に当ててすぐマイナスに落とした後の動き出し素晴らしかったですね、はい、素晴らしかったですね、はい、細かくいくかと見せかけてポコンと一発、大きなパス出しがした、はい、ここですね、簡単にディバラで下に下げたのはかなり、はい、素晴らしいパスでございました。そしてゆっくり慌てずシュート、一人になると意外と慌てちゃう人もいますからね。そうですね、あれ最後ちょっとドフリーすぎて、うん、いいパス来すぎて緊張しちゃうっていう、緊張しちゃうパターンですね、はい、さあまず1点を返しました、リロード、2対1。ふわっと浮かしてきた、攻め上がってるな高打者、激坂、これが出てしまった、うん、ケンタクルスキープミス、
ヨッシーメルベのスローイン、ゴール前に入れるか前に出すか、大きめなのを出してきたウッチー、これがおっと気をつけたい、アタッキングサード、こう抜けてきてケンタクルス渡るかというところでウッチー体を張る、よくケアしましたね、はい、危なかったですね、はい、素晴らしい体を当てていく、落として中央、まあ、縦に行こうかというところですが行き合わない、ちょっとどうする、中盤の攻防入り乱れております、左側ケンタクルス縦に簡単に出してきて、ここですね、ここかなりボールを持つ時間長い、この射撃下か、ね、抜けてきて大きく出したウッチ、しかし奪ったコードシャー激坂、これはオフサイド、うん、ヒューガさんならこの場面どうやって追いつこうか考えますか。そうですね、はい、まあ、あのモラタやっぱりユベントス、はい、モラタがいるのでスーパーサブ、はい、そこを入れたい、ね、そろそろ入れたい時間帯ですね、コーダンシャ激坂も変えてくるでしょう、はい、そうです ね、 バイエルンもやっぱスーパーサブが3枚いますね、はい、ドーグラスコスタ、キングスレイコマン、そしてサネですね、はい、この3人がスーパーサブ持ってます。ともに後半戦スーパーサブの選手を入れてきたでしょう。3点目取られる前に1点取って 2-1 にできたのはでもリロードさんはすごい、そうですね、でかいですし、はい、次の1点相当大事になってきますね。そうですね、やはり2対0が一番危ないと言われるサッカーですから、はい、ゲームでも気をつけていきたい。2対1まだどちらが勝つか分かりません。ともにスーパーサブを入れてきました。後半が間もなく70分になろうというところ、いいですね。さあ素晴らしいボール、ケンタクルス、もうあのモラタと、はい、おっ抜けた、ウッチーが、ウッチーウッチー、しかし回ったコーン、惜しかった、モラタとロナウドにもうどん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 当てていくのがやっぱりもうユベントス側はいいのかな、この時間はと思います。なるほど、リロードはロナウドとモラタに当てていきたい、はい、激坂は気をつけたいですね。そうですね、さあやはり中盤しっかりとキープしてつなごうかというところが、ウッチーのインターセプトなかなかハマっております。はい、このボール、やはりくさびのボール、日向さんも言ったこのくさびのボールを入れると自分たちのペースでつなげますね、はい、逆に激坂さんもサイドに当てた後がちょっと、はい、うん、失いがちになっているので、はい、もうちょっとそこのクオリティもう一回上げれれば、なるほど、はい、もう1点いけるか、はい、さあお互いに、攻撃の起点気をつけていきたい。ケンタクルス奪ったこのボールが少し繋がらなかったか、よしメルメル、ここ気をつけたいぞ、内へ渡る、大きく蹴った、アンパイに蹴ってきました、いやー落とせたら、ああでもいいカット、そうですね、素晴らしいカットはこう、ケンタクルス、あ真ん中抜けてきたぞ、こうこうこう、止めた、今のはナイスキーマニュアルキーパーですね、素晴らしい、神がかってました素晴らしい攻めを見せました、これ流れが変わるかもしれません、変わるかもしれないですね、今のは入ったかと思いましたが、マニュアルキーパーでニア塞ぎました、素晴らしいディフェンス。さあペース掴むか、ウッチヨッシーメルメル、さあチャンスだ、チャンス、エリア内に入ってきたぞ、いやチャンス、これ合わせられるか、うん、まだある、キーパーのスーパープレーでペースをつかんでおさ、リロード内側出てきた、まだあるぞ、ウッチーダイレクト、うん、しかしこれしっかりとディフェンス取れるか、リロード、あーこれマイボールにできたらリロードさんでかいですね。そうですね、さあ間もなく後半も終了に差し掛かってきている86分、さあこれチャンスだ、さあここしっかりディフェンス、うん、まだ取るか、いやサネが早い、早いですねスーパーサブここも抜けてきた、ケンタクルス早い、入れられた、苦しい、いやーキーパー緊張します、手に汗握るとはこのこと、うちがアディショナルタイムが気になるが、そうですね、ラストワンプレー、ラストワンプレーか、1分抜けてきた、リオードサイドから中央、これはある、打ってきた、やったびっくりしたなんとか首の皮一枚、いや、ね、最後ヒヤッとしちゃってますね、高段者激坂が 2-1 で勝ちました。はい、それではまずは残念ながら負けてしまいましたリロード株式会社、ヨッシーメルメル選手いかがでしたでしょうか。いやめちゃめちゃ悔しかったですね。惜しかったですね、大敗するかと思ってたもんですから、はい、まあ、自分たちなりには結構前線した方かなと思うんですけど、はい、でもやっぱ悔しいですね。はい、でも本日もう1試合ありますのでね、この勢いそのままでまた頑張っていただければと思います。ありがとうございます。
さあ、見事勝利を収めました高男者激坂、それではケンタクルス選手いかがでした、あ、失礼しました、ごめんなさい、コウ選手ですね、コウ選手いかがでしたでしょうか。はい、ちょっとなかなか前半2点目取れなかったのと、まあ、最後すごいバタバタしてしまったので、ちょっと、まあ、次に向けて、まあ、修正していきたいですね。はい、本日ね、もう1試合で激坂さんもありますので、そこまでね、なんか修正できると思います。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、本日1試合目でございますが、かなり激戦で、引き分けになるかというシーンでございましたね。はい、両チームね、まあ 今日はね、あと1試合ずつございますので、集中を切らさず頑張っていただければと思います。それではありがとうございました。本日第2試合目は日本 PC サービス株式会社対株式会社テレビ新潟放送網となります。ホーム側日本 PC サービス株式会社からは結城 GG 選手、翔選手の出場となります。では結城 GG 選手、本日の意気込みよろしくお願いいたします。初めてのペアで、はい、どんなケミストリーを起こすかわからないですけど頑張りたいと思います。はい、いつも浜田選手でしたもんね。そうですね、ちょっと今日はお休みみたいなので、はい、代理でいきます。はい、わ、はい、かりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、続きまして対するアウェー側株式会社テレビ新潟放送網からはヒロポン選手、カズ選手の出場になります。ヒロポン選手、本日の意気込みよろしくお願いいたします。はい、試合も残り少なくなってきたので、少しでも勝ち点重ねられるように頑張りたいと思います。はい、楽しい試合になります。よろしくお願いいたします。それでは試合開始前に皆様には恒例の掛け声のご協力お願いいたします。アルターシックスリーグと私が言いますので、続いてスタートとお願いいたします。それではいきます。アフターシックスリーグスタート。それでは両チーム試合開始をお願いいたします。解説は引き続き日向選手、よろしくお願いします。はい、お願いします。本日は第2試合目でございます。まずはチームはバイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン、やはりユーベかバイエルンになってくるかなというところです。はい、またフォーメーションどうなるか、注目でございますが、やはり Day1 に比べて Day8 少しずつ2人の息回ってきているところではございますが、はい、日本 PC サービスは今日初めてのペアというところでございます。うん、さあ本日の第2試合目が始まろうとしております。日本 PC サービス対、株式会社テレビ新潟放送部の一戦、バイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン。左から右に攻めます赤いユニフォームが日本 PC サービス、画面右側白いユニフォーム、右から左に攻めるのが、テレビ新潟放送部、通称テニーでございますが、さあキックオフ、この時間帯お互いに気をつけたい、ボールを持っている方はチャンス。ヒロポン、風、これが出るか。さあ出てしまいました。まずはキックオフの脅威、お互いに胸を撫で下ろすところ。そうですね、ショー、結城 GG 抜けてきた。ショー、さあ初めてのペアでどういう結果を出すか。そうですね、今日本 PC サービス最下位ですけど、はい、このペアで、そうですね、最下位とオフサイド、最下位を抜けられるかというところ、抜けて、はい、少しでも順位が上がるかもしれないですもんね。そうですね、前回、結城 GG 選手、ハメア選手が、バイエルン、失礼しました、マンチェスターユナイテッドでついに覚醒したということだったんですが、早速ペア変わってきました。そして今日はひらがな表記があります。覚醒したのに変わってしまった。そうなんです、残念ですね、それは。そうですね、はい、で日本 PC サービスはいつも名前表記がひらがなで出てくるんですが、今日はちょっとひらがなじゃないっぽいですね。はい、ランコムさんもびっくりしていたんですが、この ID の、そうです、あのヒロポの ID がハマヤンとか、ヤマン、ショーとかひらがな表記だった。はい、そんなことできる、知らなかったですね。できるようです。はい、やり方は謎です。日本 PC サービスが見せてくれたプレイですね。名前がひらがな表記という。はい、さあ、ショーから、ユーキ GG。これは抜けてくるか、キーパーが出てくる。まあ、最後のところパス今通ってないですけど、はい、いい形で一回前には入っているので、はい、あと最後落ち着いてラストパス選択すれば1点あるんじゃないかなと思います。日本 PG サービスですかね。はい、はい、さあ日本 PG、 その日本 PG サービスは現在最下位でございますので、一勝すれば厳しい学に並べるかというところ、まずは一勝したいが、打ってきた、ファーストシュートは手に拾って結城 GG、セカンドボール共に拾いたい。カズからヒロポン、
奪った。あ、いい位置で奪いました。素晴らしいディフェンス。あ、いいパス。さあ、ショー、ショー、さあ、ショーが、ショーが決めた。弱かったか。ちょっとひよっちゃいましたね、最後。ちょっと丁寧に行き過ぎたか。はい、今のもう少し強く打っていれば。そうですね、もうちょい強く。ちょっと優しく打ってしまいすぎたか。世の中にはいい、世の中にはいいシュートでしたね。どうなるか。このチャンスものにしたいが、守った、なんとか守った、手に拾った、ヒロポンが拾って、カズがカバー入るか。ヒロポン拾った。さあ、ヒロポンからヒロポン抜けてくるか。カズには繋がらない。ショーがインターセプト。左側ユウキジージー。さあ、これ落とせれば、と落とせるか、うん、拾えれば、拾えるか。しかし繋ぎます。手に体を当てる勇気ジジイ。ファール。初めて組むペアとは思えないぐらい息は合ってる。そうですね、はい、バイエルンの選手わからないって試合前言ってたんですけど、はい、結構特徴捉えながらしっかりやれてるかなっていう。もしかしたらペアを間違えていたかもしれません。サービス、これは新しいケミストリーが、そうですね、新しいケミストリーが起こるか、はい、起こってるか。カズがキープ。手に、カズさんはでもボールの持ち方がすごい上手ですね。はい、はい、奪われない。そうですね、このカズのパス回し、はい、キープ、ボールキープ、注目していきたい。ショー左から、ショー、さあどうする。さあ、エリア内入ってきて、入れて、ダイレクト、片手でかき出すじゃん。恐ろしいシュート、素晴らしいディフェンスでしたが、しい、まだあるぞ。まだ俺いいパス入ってる。これ拾える、拾えるか。おっと、味方を引き倒していった手に。ショーユキジージに3枚いく。ショー、ヒロポン奪って、さあいい形ですね。そうですね、手には中央入れてきて、ヒロポン、ヒロポン打ってきた。つなぎたいのは日本 PC サービス。ショーからユキジージ、サイドいるのが結構いい形になってますね。はい、これですね、ここですね、はい、一回やっぱり落ち着けるので、ここで一旦マイボールですね、はい、ゆっくりマイボールにできる。ここは日本ピシサビサ強いかもしれません。中央入れて、ゆうきじじい、そして空いた真ん中攻めてきた。ショーから抜けてくるか。いや、ありそう。拾いたいが、どうなったかわからないけど、ファール。どうなった今のは。何の入力が入っちゃったんですかね。どういう状態だったかわからないが入りました。実況もできないまま、まあでもこれいい形で縦入りましたね。ここですね、はい、これが、いや、これなんだろうな。ボール何か先行で入力してしまったかね。そうですね、まあ、バツのパス入力で思ったよりもノイアーが前に出てきちゃったんでしょうね、はい、AI が。なるほど、やはりノイアーの使用上のことは、しかし開幕、おお、いった、ユウキジージー。これは日本 PC サービスの悪いところ出てきました。悪いところ、はい、ピンチになるとスライディングを辞さないという。ただこれイエローカード、はい、で済んだんですかね。ラッキーというか、はい、儲けですかね。さすがにあそこ抜かれていたら1点でしたもんね。そうです、これイエローで止めれたらかなりラッキーなディフェンス、はい、さあダイレクト、うん、結果ナイススライディングですね。そうですね、はい、選手を減らさず1点不正だというシーン、はい、いや新潟からしたら、いや、ふざけんなよですね、はい、レッドだろうという。そうですね、1点消されました。まだ集中したい。手に拾うのはどっちだ。さあ、ユウキジージが拾った。先ほどのスライディングに心を痛めていないのか、自分たちのペースでさあ抜けてきた。いや、いい抜け出し、ただいい裏ケアしてますね。そうですね、素晴らしいケアでございました。さあ、ふわっとしたボール拾うのは日本ピッチサーブ、拾えるか。ヒロポン、カズ、カズしっかりとキープ。あー、いいキープ。そうですね、ここを素晴らしい、あー、シュート、また時間、キーパーの背中に当たってゴール。ちょっと不運でしたね、最後お互いに少し不運なボールが続きました。ただ最後これヒロポン選手、ここ中にファーストタッチ入れたのうまかったですね。そうですね、やはりそれがこのチャンスを引き込んだという形ですね、うん、お互いに意外な入り方をしたか。はい、なんとか押し込んだ。手にお互いオンゴール。そうですね、オンゴールをお互い決めていきました、はい、1対1どうなるか。前半が40分を過ぎました。ユウキジージー、ショー中央に入れるが、これはヒロポンカット。さあ、ユウキジージー、いい形だ。中央入れてきた。これが、おっと、事故るか。おっと、それ弾けた。どうした、事故に事故が起こりまくってるぞ。
これをなんとヘロユーキッチ中央にオフサイド、オフサイド、ちょっと事故がゴール前目立つような、そうですね、あのノイヤあそこで弾く必要ないですからね使用上ああなるのもやはりゲームの醍醐味、はいはい、というところで1対1お互いにオンゴールという形でございました。ヒューガーさんどうでしょう今の試合見ていて。そうですね、でも思ったよりもその新しいケミストリーじゃないか分かんないですけども、はい、サイドからしっかり日本 PC サービス、ね、はい、ボールつないで、うん、で最後サイド見せて中につないでオンゴール誘発したりとか、うん、そうですね、新潟の方もしっかり中、はい、枚数多い分、うん、人数かけて攻めて、はい、まあ、最後いい形でシュートまでいけてるので、うん、はい、まあ、あとは最後のオンゴールの、ね、オンゴールもう事故っても1点1点ですからね、はいはい、ガチャガチャさせる意味でもゴール前に入れていくのは正解かもしれないですね、はい、まあ、オンゴールですけどお互いしっかりいい形でシュートまでいけてるので、うん、 そうですね、そこまで崩していたから生んだオンゴールですもんね、はい、そうですね、確かに確かにそうですね。さあスーパーサブの選手をもう後半で入れてくるか。そうですね、ここで入れてもスーパーサブは発動するんですかね、はい、そうですね、後半開始からなら発動はしますね、うん、ちょっと早めに攻撃に転じようかというところ。そうですね、スタミナだけが気になるがどうなるか、まあ、早めに、うん、後半早めに点取りたいですね、スーパーサブ最初から入れるとなると。そうですね、はい、手に、失礼しました。日本 PC サービスは早速スーパーサブ選手入れてきました、はい、エンドが変わります。白のユニフォーム、さあ抜けてきたが、うん、テニーが左から右攻めます、白いユニフォーム、日本 PC サービス株式会社が右から左と攻めます、赤いユニフォーム、ともにバイエルミュンヘン。カズ、ヒロポン、中盤でのボールの奪い合い、おっと、ぶつかった、これもファウルない、カズ、これ、マイボールできたのでかいですね、出てきたか、うん、さあ、惜しいパスもつながっていこうかというところ、右サイド、低弾道パントキでつなぎましょう。カズ、ヒロポン、カズ、ヒロポン、うん、シュート、いやー、一瞬決まりましたね、素晴らしいシュート、ヒューガ君張りのシュートが、それは素晴らしいミドルシュートでしたね、タイガーショット入りましたね、タイガーショット入りました、はい、ミドルシュート突き刺してきたのはテニー、真ん中の枚数が多いので、はい、しっかりワンツーだったりとかパス出した後も、はい、選手がいるので、うん、どこをマークすればいいか分かんなくなってましたね、日本 PC サービス、ね、なるほど、はい、やはりそれぐらいしっかりと散らしてつなげた、はい、必然のゴールというところ、ね、はい、ただ最後シュートちょっとびっくりしましたね、はい、ゴラッソ、まさにゴラッソ、はい、さあゆっくりとヒロポン持ちます、時間をかけるか、うん、日本 PC サービスはスーパーサブ選手入れてるので攻めに転じたいですね、そうですね、早めに1点欲しいですね。さあセカンドボール、ヒロポン拾って、カズ、ヒロポン、いやカズ打てるか、惜しい、最後のところ足が出ました、ショウ、さあユーキ GG からショウ、いいですね、センターラインを越えて中央、いや、ユーキ GG、いい形だ、ダイレクト、あるショウのシュート、2対2、追いつきました、うん、お互いに中央のスルーパスかなりいい形で取ってますね、はい、今のスルーパスも素晴らしかった、やっぱり今のも外ドーグラスコスターが走ってたところはおとりになって中が空いてたりとかするので、はい、かなり外に選手を置いてるのは効いてるのかなっていう印象はありますね、やはりスーパーサブの選手が仕事したという形ですね、はい、ここまずドーグラスコスターから、ね、はい、はい、大外、はい、レバンドウスキーがおとりで外流れてたんですね、はい、あれがかなりいい動きでしたね、で中央が空いてしまったということですね、はい、素晴らしい動きでした、日本ピッチサービス2対2、うん、さあどうするか、日本ピッチサービス相談しているがユーキ GG はバイオルミンを使ったことはないが、はい、ショーがどっちがいいですかと指示は置いておりますが、まあ先ほどボアテングイエローカードもらってるんで、あ、そこ変えるか変えないか悩んでましたね、なるほど、はい、そうですね、確かに、はい、あ、もうイエローカードもらう気満々ですね、そうですね、はい、日本PC サービスはピンチになったら辞さないですから、ね、はい、スライディングは辞さないです、はい、ファールだろうか何だろうかいきます、絶好調のボアティング外しましたからねやはりスライディングをいけるように整えているか、はい、日本 PC サービス、そうですね、後半スライディング特攻部隊が日本 PC サービス出てきますので、これは吉と出るか京都出るか、そうですね、はい、はい、さあ勝敗の行方、2対2、追いついた形になります、手に新潟の方もスーパーサブが入ってきましたかね、はい、そうですね、日本 PC サービスが追いついて、またミドルシュート、
ありますね、ミドルシュート。かなりミドルシュートのリズム掴んできたかもしれませんね、手に。日本 PG サービスが追いついたという形です。失礼しました。さあ、これまた、ゆうきじじが、拾ったのはヒーローポン。中央から作るか、カズ。いいディフェンス。カズ選手からの中央の縦パス。はい。いいのが通ってますね。はい。ここをいいディフェンスしましたね。そうですね。ここも、さあ、抜けてくるか。お互いに縦パス急ぎ気味か。ヒーローポン。右サイド。カズ。出してヒロポン、カズ中央入れてヒロポンから、さあこれはおナイス、よく防いだな、ディフェンスでしたね。さあガチャガチャしたがマイボールしたい、共にマイボールしたい。カズ奪ってヒロポンキープしている、奪われない、うん、さあユーキジジインターセプト。いやー、そのスルーパスある、抜けてショー、抜けてショー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 、おい追いつき追い越したな日本 PC サービス。ちょっと、はい、ちょっと止まったじゃないですか。そうですね、ちょっとマゴマゴしていましたが、ひよったかなと思ったんですけど決め切りましたね。先ほど弱ひよったと言われて、はい、何クソ根性出たか島のは強さバッチリ、はい、素晴らしいシュートでしたね。丁寧なコースに、丁寧にコースをついたシュート。日本 PC サービスが追い抜きました、追い越しました、逆転。ここでも新潟からしたら入れ替わっちゃうかって感じですよね。そうですね、ここはちょっと不運でしたね。守れてるのにっていう。そうですよね、うーん、ゲームの使用上しょうがないか。そうですね、ちょっと悔しいシーンだったな、ね、手にですね。3対2、また抜けてくるぞ。もうやられたのはしょうがないんで、はい、もう取り返すしかないです ね、 そうですね、切り替えて。まだまだ時間ありますからね、2点取れる時間帯であります。ゆきじじ、いいですね、こう縦のワンツー、ここ、ね、いいですね、素晴らしい。右サイド早いぞ、おお、来て、いやー、ゆきじじ少し欲が出たか、色気が出たか。ここの縦のワンツーは、はい、上手い人でもできない人いたりするので。なるほど、はい、ここしっかりいただきましたね。さあコーナーキックは日本 PC サービス、ニアに入れてきて落として、面白い、ショー振り向けるか、ゆきじじ、おっとボール見失った、ヒロポンカウンターは手に、チャンスだ、カウンターチャンスですね、これぐんぐん上がっていくぞ、ぐんぐん上がって、さあ左側に出すか、カズ、ヒロポン、うん、ここは誰もいない。いや、どっかでスライディング来るかなって思っちゃいましたね。ムズムズはしていたと思います。落ち着いてましたね、ディフェンス。勝っているから慎重か、はい、日本 PC サービスが1点リードする形、後半75分のところか。テニーは逆転を許してしまいました。日本 PC サービスは自分たちのリズムができてきたか。こぼれたぞ、大丈夫か、拾えるか、なんとか待って、テニー、ヒロポン、反撃のさ、いい入って落として、いいテンポですね。そうですね、4人4枚で崩そうというところ、ヒロポン、あー、いいパス入った、つないで誰か、ヒロポンか、まだあるか、しかしユキジジナイスディフェンス。ナイス、今日はスライディングを封印してくるか、残りましたボールも。そうですね、ボールも残してカズが奪う、ここから形を作りたい、手にスルーパス中央出てきた、ヒロポン、あ、スライディングからか惜しかった、ニアシュートこれはもうボールじゃなくて完全に削りにいってましたね。そうですね、日本 PC サービス削りがち説ありますからね、はいはい、新潟もよくかわしてゴールかわしましたね、はい、コーナーキックは手に、さあ追いつけるチャンス、ニア入れてきた、いやー、これもナイスディフェンス、日本 PC サービス。これはディフェンスだった、ポストですかね、ポストかディフェンスだったかキーパーか、どちらのボールになったか。さあポストでしたね、これラッキーですね。日本 PC サービスはマイボールの時間を増やしていきたい、テニーは早く奪いたい、そうですね、ですね。セカンドボール、これは重要なセカンドボールになるぞ、カズが拾うか、奪ったか、勇気実したヒロポンがカバー、縦に簡単に入れてカズ抜けてきた、ヒロポン、ポストが多いなヒロポンのシュートはポスト2本目ですね。さあ85分、もうこれはもう時間稼いでもいいぐらいの、さあ攻めるか、はい、ショーショー、お内側に、いやー打ってきたな、ショー惜しいですね、惜しかったですね。ポストに阻まれたテニーのシュートも少し悔やまれる、そうですね、少し運に見放されているか、テニー、そう失点の部分といい、ちょっとそうですね、運が、はい、シーンが多い、ヒロポン
まだ諦めないぞ風、時間はまだある。あ、いいカバーです。ゆうきじいじ中に入れたが、これがファール、ファールですね。ケニーのファールですね。はい、日本 PC サービス、落ち着いていこうという声の掛け合い、勝ちを目の前に欲が出てきたか。日本 PC サービス、ロスタイムがどれくらいかも気になりますけども。気になるが、アディショナルタイムもどうなるか。奪ったな、手に立てます。ヒロポンが落ちてキープ、勝つ、はい、アディショナルタイム4分、はい、ありますね、まだありますね。中央レタ奪えるか、手に奪った、これチャンス、ヒロポン、ヒロポン、いやー、クマゴール、ディフェンス、ユキジージナイスディフェンスでしたね。しかし、まだあるぞ、まだある。日本 PC サービス、ゆっくりか、ショーがキープ。これ奪われたくないですね、ここら辺で。でもここはゆっくり、さあ、その時に、ね、いいパス入りましたね。入ってきた、ショー、中央、ユキジージ、来た、ショー、ショー、こぼれ球、奪った、ラストワンプレーか。いやー、ここで試合終了、3対2、日本 PC サービスの勝ちでございます。いや、面白い試合でしたね。面白い試合でしたね。さあ、では、両チームに話を聞いていきたいと思います。残念ながら敗れてしまいました。株式会社テレビ新潟放送網では、カズ選手、いかがでしたでしょうか。ちょっと不運なシーンもあったり、はい、ポストやバーに当たるシーンがあって、ちょっともったいなかったかなと。はい、そこを、まあ、はい、見逃さずに点を取る PC サービスさんにやられたって感じですね。残念です。はい、お終始もね、いくつかあったので、まだまだね、折れずに頑張っていただければと思います。ありがとうございます。さあ、それでは見事勝利を収めました日本 PC サービス株式会社、翔選手、いかがでしたでしょうか。はい、今日は初めてのペアやったんですけど、はい、しっかりシュートも決めれて、はい、なんとか勝ちもできたんで、よかったです。はい、この手の話、山本選手、ゆきじいじ、どちらいらっしゃったですか。いや、まあ、もちろんもう勝ったんで。かしこまりました。山本選手にはこちらから伝えておきます。ありがとうございました。はい、シーソーゲームでね、最後は日本 PC サービスが逆転するという、はい、こちらでございます。ヒューガー、いかがでした。そうですね、やっぱり新潟さんの方は、はい、ちょっと不運続いて、ね、点の部分も失点の部分も、はいはい、ただ両方ともいい試合見せてくれたんじゃないかなと。はい、の方も下を向くような内容ではなかったので、ね、そうですね、はい、つなげていければと思います。はい、それではね、ありがとうございました。それでは第3試合目はリロード株式会社対学校法人 TBC 学院の一戦となります。ホーム側、リロード株式会社からはウッチー選手、ヨッシーメルメル選手の出場となります。ではまずヨッシーメルメル選手、意気込みをお願いいたします。はい、先ほどの試合、惜しい試合だったとは思ってますので、はい、今度の試合、まあ、なんとか勝てるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。先ほどの試合もね、いい試合ができていければと思います。はい、対しまして青江側、学校法人TBC学院からは純選手、アラバ選手の出場となります。では純選手、本日の意気込みお願いします。本当ね、残り3試合すると、ちょっと寂しい気持ちもありますけど、はい、3発してきて、はい、3試合で、なるほど、はい、3と3をかけてきたのかなと認識しています、それでよろしいでしょうか。それで大丈夫です。はい、横をしっかりと刈り上げてきてね、ありがとうございます、すっきりした感じでね、すっきりした試合ができるように頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは試合開始前には皆さん恒例の掛け声をお願いいたします。私がアフターシックスリーグと言いますので、続けてスタートとお願いいたします。それでは参ります。アフターシックスリーグスタート。さあ、両チーム試合開始をお願いいたします。さあ、本日の第3試合目でございます。解説は日向さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。TBC 学院の方がですね、純選手の後ろに映っている子が医療ジムに在籍しているという、はい、日向さん、どうですか、あの子。磯貝さんはめちゃめちゃ好きなようです。いや、そうですよね、なんかもう女優さんかと思いましたね。実、バイトのああいう広告って女優さん使ったり、はい、女優さん使ったりするんですけど、実在しているようですので、学校に。
いや、働くは楽しそうですね。同じね、生徒たちがね、はい、もうポスター、自分の友達がポスターとか広告になるってどういうことですかね。確かですね。しっかりと強制しないといいです。石垣さあ、どちらもリロードは先ほど激坂には負けてしまいましたが、いい試合をしておりましたので、はい、引き続きその試合を見ていただきたい。 TV 石垣園はここ最近ちょっと勝ちがないので、まずは1勝を挙げたいかと思いましょう。さあ、チームはリロード株式会社がユベントス、ヤクオス TV 石垣園がバイエルクーヘン、ユベントスはやはりユーガさん。そうです ね、あとちょっと認識間違えてたんですけど、はい、イベントスもライブアップデーが B だったということで、あ、なるほど、はい、あ、じゃあバイオルに負けず劣らず、そうです、ね、調子はいいかもしれない、はい、逆に先ほどテレビ新潟が負けてしまったので、はいはい、勝ち点は逆に上の6位に追いついてくるんじゃないですか、TV 石垣園。TV 石垣園は最下位を逃れ、そして1個順位を上げるかもしれない。そうですね、得失点差も勝ってるので、そうですね、はい、ぜひとも負けられません、そこを目標に。そうですね、リロードも3位に食い込んでいくためにも負けられません、はい、さあ、ヨッシーメルメル、まずつないでいきます。抜けてくる、ヨッシーメルメル、打てエリア内入ってきたぞ、早速来た、あ、うまい、うっちぃー、打ち込んだ、押し込んだ、ねじ込んだ、素晴らしいシュートでした。うわ、強引でしたね、強引でしたね、まあ、ただ最後その強引に打ち切る前のディバラの動き出し、はい、っていうのはかなり繊細にしっかり外に膨らんでオフサイドにならないようにしていたので、はい、素晴らしかったと思います、はい、やはりキックオフ、これなんでこんなに点数が入るんですか、ディフェンスの動きが悪くなるんですか。やっぱり後ろ向き、はい、自分のゴール向きにディフェンスしなきゃいけなくなるので、ボールが後ろにこぼれやすいですね、はい、さっきの今のボアティングのところもそうですけど、はい、そうですね、はい、相手のゴール向きにディフェンスができればいいんですけど、なるほど、後ろ向きだとやっぱりそういうパターンが増えるのかなと思います。ああいう事故とか、はい、ごちゃごちゃした時に前の向こう側に行ってしまうということが多いですね。そうですね、なるほど、はい、TBC 学院いきなり先制されましたが、はい、キックオフのゴールは気をつけたかった。そうですね、やはりもう無理やりでも一回外に出すっていうのは戦法ですかね。やっぱりはい、プロの戦いとかになってくると、もう全然関係ないところスライディングして開幕キックオフ止めたりもするので、それぐらい、はい、脅威なので、やはりそれぐらい入りやすいんですね、はい、さあ1対0リードしたのはリロード株式会社、 TBC 学園は負けられません、順位を上げるためにも勝ちたい。ウッチーからヨッシーメルメル、またチャンスというか、いいパスですね、クリスチャン・ロナウド、ここ左サイド、うち、うち、守ったのはアラバ、ナイスディフェンス。さあ、この当てた後、はい、まあ、サイドいるんで一回当てれるんですけど、はい、その後孤立してしまうので、そうですね、はい、今もそうでしたね、はい、そこちょっととか繋がりましたが、まあ、ドリブルでかわすなり一工夫あると面白いのかなと、チャンスが広がる、はい、なるほどTBC 学院はサイドに当てた後気をつけたいですね、人数を増やしたい、はい、そこを人数が車に潰したいのはリロード、ここですね、ここさせたくないですね、はい、まあ、ただ今のはレバンドフスキがいい動き出しをサポート入ってたので、はい、そういうのを繰り返していけばチャンス広がってくるかなと思います。移動、さ、奪えるか、ジュンキープした、落ち着いてていいですね、キーパーに戻します、あらば中央、ジュン、あらばキープできるか、もう一回キープできればチャンスが、そうですね、はい、ここで、孤立させたくない、はい、逆に言えばリロードさんはそこで取り切りたいですね。あそこですね、はい、さあ抜けてきたぞ、右、アラバ抜けてか、アラバ抜いてきた、チャンス、中央出た、いやー、シュートはキーパー、レバンドスキーですかなと思ったらミラー入ってきましたね。そうですね、インコース入ってきました。今のはトラップする余裕もありましたか、ダイレクトでよかった、まあ、ダイレクトで打ち切っての方が良かったと思いますけど、コースがちょっと不運でした、はい、まあ、キーパーの正面でした、コースも狭いところでしたからね、はい、さあ、ヨッシーメルメルが拾って、さあこれカウンターチャンスですね。で右サイド、中央も走っている。出れれば逆サイド行くが、これは守った。ファールもらってますね。ファールですね。TBC 学院のファール。はい。さあリロードはこのチャンスものにしていきたい。フリーキック。ヨッシーメルメル。ゲージ7割ぐらいだとウッチーの指示。あらば奪った。これが、うん、なんとか繋いだジュン。取れれば。ヨッシーメルメルの足に当たって、アラバ奪った、あ、いいディフェンス、アルトゥール、素晴らしいディフェンス、はい、アラバ、アラバから、
しっかり裏のケアもできているので、はい、リロードさんいい守備できてますけど、ここアラバがジュン、ジュンが打ってきた、まだあるぞアラバ、あるか、しっかりクリアした、バタバタしているが落ち着きたい、バタバタしますね、そうですね、お互い、まあ、これ今チャンスなんでシュートまで行きたいですね、ここチャンス、 TBC さんシュートまで行きたい、 TBC 学院、ジュンサイドを切り裂いてきた、上げてきたが、うん、ナイスディフェンス、リロード、守備の形はできているのでリロードさん、はいはい、失い方だけ気をつけたいですね、はい、ディフェンスの枚数は揃っていると、はい、まあ、失い方を気をつけたい、さあ2はしっかり抑えた、フォアに上げてきた、拾えるかジュン、アタッキングサード、ミドルシュートもあるが一旦後ろを向いてキープ、うん、これ取られるのだけは、ここさあ奪った、さあこれ逆にチャンスですね、そうですね、ヨッシーメルメル、ヨッシーメルメルとメルメルしてる間に奪われる、メルメルしてる間に奪われてしまった、あれメルメルしてるって言うんですね、あれはメルメルしてるって言うんですね、アフター6リーグであれをメルメルするという、ね、はい、なるほど勉強になります、はい、さあヨッシーメルメルからこれが繋がらない、ジュン、アラバに繋ぐ、ここでキープしたいですね、はい、TBC はここでもいいキープできているの で、ね、まあ、この後、はい、溺れてジュン、アラバ、さあこれいい形だ、トーリクスで繋いできた、素晴らしいキープ、いやー惜しい、レバンドスキー、あ、まだありますね、ありますね、アラバからジュン打ってきた、うん、少し角度がなかったか、あ、でも打って終わるのは打ちそうですね、はい、打ち切るのは重要、ヒューガさんも先ほどがそう言ってますね、あそここぼれ球もありますし、はい、そうですね、あとこのスローインもね、うん、チャンスにまだも繋がっていきますので、はい、打ち切、おっとこれがコーナーキックか、コーナーキックですかね、TBC 学院はチャンス、はい、前半35分チャンス続いてるんで1点取りたいですね、ここで押し込みたい、押し切りたいのは TBC 学院、はい、蹴るのはアラバ、チャンスとなるか、ジュン、うん、打ってきた、あポスト、これはシュート、ポストですか、ポストでしたかね、うん、素晴らしいシュートでした、惜しいシュート、やはり一本思い切ったシュートを打つと少し気持ちも出てきますかね、そうですね、特にコーナーキックのああいうこぼれ球は、はい、失うのがあそこで怖いので一番、はい、まあ、やはりもう思い切って打つぐらいの、はい、ですね、ジュン、まだチャンス作ります TBC 学院、はい、ジュン選手ボールの持ち方うまいですね、そうですね、サイド、はい、ジュンを起点に攻撃を作っていきます TBC 学院、奪えるか、奪ったウッチ、うん、これがどちらのファーですかね、どっちですか、 TBC ボール、そうですね、リロードがファール、はい、TBC 学院、ジュンが蹴ります、合わせるか、どういうボールを蹴ってくるか、狙ってきた、今はマニュアルキーパーしやがった、もしかしたら入ってたかもしれないですね、なるほど、いいシュートでした、はい、ジュン大胆なシュート、フリーキック見せてきました、直接、さあこれいいカウンターです、シーメルメルが抜けてきた、ヨッシーメルメル、つなげるか、つなげるか、ウッチが、あ、これがディフェンス、カウンターいい感じで落ち着いてましたね、カウンター阻止も、はい、ウッチが入れてきた、これをインターセプト、ジュン、うん、奪ったが奪い返した、さらにごちゃごちゃしてリロードが出したか、うん、TBC 学院ボール、ジュンから大きくサイドチェンジ、これ勝てればチャンスですね、さあ拾ったぞ、いいですね、TBC 学院ふわっと浮かしてきた、さあこれがさあね、勝てるか、うん、ナイスディフェンス、クアドラードヘディング強くないのであそこめがけて、はい、丸ボタンはいい狙いだと、はい、なるほど、ジュン、アラバ、ジュン、お、ラストあるか、体をしっかり出た、ヨッシーメルメル、前半ラストのコーナーなんかありそうですね、ありそうですね、これは TBC 学院最後集中して1点返せれば後半につながるが、ニアを抑えます、ウッチ上げてきて、お、ジュン、ナイスキーパー、キーパーが止めた、いや、まだある、まだありますね、でも最後マニュアルキーパーしましたね、なるほど、やはりマニュアルキーパー重要な、はい、ポイントによっては重要ですね、どういうボールを蹴ってくるか TBC 学院、キッカーはアラバ、ニアを抑えるのはウッチ、ニアのボール、ーこれを大きくしっかり出したい、ま、ジュン、ジュン打って、うん、まだあるぞ、このボール拾いたい、いやー、この時間帯よく防ぎましたね、最後リロードさんが。なんとかピンチ防ぎました、リロード。1対0、リロード、前半のキックオフで取って、そうですね、まずは逃げ切りましたね。うん、
さあ後半、どうでしょう、1点を追いかける形の TBC 学院は、うん、日向さん的にはどういう、そうですね、やっぱり TBC さんがサイドいることで、はい、ボールがやっぱこの支配率の通り持てて、て、ね、チャンスも作れてるので 51%、まあ、TBC さんはそれ続けながらもカウンターを気をつける、うん、はい、ところですかね。でリローさんは逆に、はい、まあ、持たれてもいいので勝ってるので、はい、しっかり1本カウンター決めれれば、ね、まあ、はい、流れが一気にちょっとリロードは前半の後半の方苦しかったようなそうですね、はい、さあしかし勝っているのはリロード株式会社。エンドが変わります。赤いユニフォームバイエルンミュンヘンが TBC 学院左から右へ攻めます、はい、白いユニフォームユベントスがリロード株式会社右から左へと攻めます、はい、1対0でリードしているのはリロード株式会社。ヨッシーメルベル、ふわっと浮かしてウッチにつながるか、うん、あらばキーパーを操作します。リオさん少ない人数で の動き出し、前の動き出しがすごい斜めに動いたりで上手なので、はい、結構カウンター決まりそうですよ ね、 そうですね、少ない人数でも結構チャンスを作ってるんじゃないですか、ね、はい、これはチャンスですね。ジュン、 TBC 学院ジュン、エリア内で、うん、これがディフェンス出しで当たってキーパーの手るのか、結構疲れてきますね。ディフェンスず結構ディフェンスの時間長いと、ね、守ってる時間長いと少ししんどくなってくるかもしれません、はい、精神すり減ってくるんで集中しているぞリロード。TBC はこの間になんとか1点取りたいですね。そうですね、1点欲しいですね。この波の間に1点取りたいが、最後の最後しっかりリロードが守ります。ジュン、あらば落ち着いてる。ジュン、ミドルシュート、うん、ジュン選手思い切ったシュートいいですね。そうですね、シュート、はい、いいと思います。さあこれ早いな、縦そうですね、はい、少ない人数で切り崩そうなリロード、あれシュートまでいければいいですね、はい、もっとそうです、ね、リズムも出てくるかもしれないですね、はい、あらばジュン抜けてくるか、これがヨッシベル、うん、体をしっかり当てる、奪って一旦キーパー打ち、いやでもディフェンス集中してるな、ね、少し苦しいかもしれませんがリロードなんとか守っています。右サイドジュン、画面手前でございます。守った、ウッチーに当たった、ジュンがまだ拾います。 TBC 学院ボールポジションかなり高いか、ボールの持ち方、あらば抜けてきて、背負い方というかキープの仕方がすごいうまいですね、はい、ジュン選手は、ジュン選手ですね、はい、ジュン選手を起点に TBC はなんとかチャンスを作りたいが、最後のところリロードが踏ん張ります。惜しいメルメル、いやナイスボール、素晴らしいボール出たか、これがウッチーつながるか、つながった、ポケットに侵入して中切り裂けるか、ジュンのディフェンス、あらばジュン縦パス1本、奪ったのはウッチ、これいいところで取れましたね、ヨッシーメルメル、しかし戻します、ヨッシーメルメル、いやこの斜めの動きがウッチから素晴らしい、決まりましたね、ショートカウンター、そうですね、やはり日向さんが言った通り少ない人数でカウンターですね、はい、あの斜めの動き出しがすごい、はいはい、まあ、ただ縦に走るだけじゃなくて、はい、こう相手のマーク誰につかせるか分からなくさせるような斜めの動き出しがすごいうまい、そうですね、日向さんが先ほどから言っていた動きですね、はい、それで見事に点を取りました。キエザの斜めの動きですね、はい、これしっかり見えてるのも、はいはい、やっぱり意思疎通ができている2オンのコンビなのかなと思います。なるほど、はい、その先ほどから日向さんが言っていた注目の斜めの動きから点が入りました。2対0、うん、リロードがリード、はい、リロード変えてくる、さあやはりモラタ入れてきますね、はい、そしてベルナルデスキもスーパーサブ入れてきます、はい、スーパーサブの選手が2枚変わりました。リロードまだまだ攻め倒そうという形、まあ、ただ、はい、試合を通して攻撃がチャンスが多いのはやっぱりまだ TBC なので、そうですね、まだまだ、はい、1点早めに取れればあるかなと、うん、分かりません、はい、その勢いそのままに先ほどの日本 PC サービスみたいにまた追いついて逆転する可能性もありますよね。そうですね、はい、TBC 学院はまだまだ手術を切らさずやってきて2対0、サッカーで一番危険なスコアと言われます、うん、誰がどのスーパーサブが入ってくるかもそうですね、はい、気になりますね。やはり、まあ、ベースは変わらずサイド突破という感じですかね。そうですかね、はい、まあ、ただミュラーとかも入ってくると変わるんですが、はい、あでもミュラーは下がりますかね、下がってですね、ですね、コマンドグラスコスタートリッソか、はい、はい、スーパーサム選手が2枚ですかね。そうですね、はい、サイドに。そして中央の選手を1人変えたという感じですか、はい、2対0リロード株式会社は2点リード。 TBC 学院はここで負けると勝ち点が追いつかれてしまいます、うん、日本 PC サービスに追いつかれます。中盤 TBC さん前に多めにしたので、はいはい、失い方で気をつけないとまたカウンター一発食らっちゃうので、はい、はい、
しっかりシュートで終わりたいですね。シュートで終わりたい、ね、はい、あ、失礼しました、ね、TBC 学院、はい、リロードは2点リードしてますので少し余裕が出てきたか。後半が67分、リロードはもうゆっくりでいいですかね。そうですね、しっかり守っても引き続き、はい、カウンターでここ最後のところは集中したいのリロード、はい、ここまで持ってこさせても最後の真ん中だけはやらせないという、はい、ちゃんともう本当ユベントスの形というか、なるほど、はい、そういうのができているかなと。リロードはそこでしっかり守れていると、はいはい、それをなんとか崩したい TBC 学院、うん、落としたらば、いや、いい形で中入りました。これそうですね、いや、いいダイレクトパス抜けてくる、ジュンのシュート、うん、これもキーパー正面。リロードはゆっくり時間をかけるか、うん、後ろにるここはモラタ対アラバはヘディング勝てるのでどんどん狙っていっていいかもしれないですね。さあ抜けてくるぞ、モラタは気をつけたい、うん、TBC 学院ジュン奪って左サイド奪った。さあ元気いっぱいのモラタですね、まあ、ちょっと焦りも出てきますよねこの辺ビルドアップ。そうですね、早く縦に行かなきゃいけないっていう。アラバが長いパス一歩出てきて、ジュン右サイド、さあ、いやでもボールの持ち方本当上手、ね、本当にうまいです、はい、さあそしてその空いたスペースに出してきて、いや今のこれ抜けるか、クロス上げる前のダッシュの入れ方とかすごい上手だったんですけどね、はい、少し慌てすぎたか、ボールの強かったですかね。そうですね、まあ、中がちょっとやっぱりサイドに人がいる分、はい、中に枚数いないので、なるほど、どうしてもやはり競り負けることはありますね、はい、まあ、ちょっと運頼みというかクロスがなっちゃってるので、はい、ガチャガチャっとなればラッキーという感じですかね、はい、それがまあ運よく来てないというか。なるほどなるほど、はい、じゃあやはり上げ続けることですね、はい、ただこれ時間使ってきますね。そうですね、ヨッシーメルメルが敵陣深くでナイスディフェンス、うん、これやられたら嫌ですかね。そうですね、負けてる側は嫌ですね、はい、足を踏んづけたくなるか。ロナウドとモラタにキープコーナーされたらもう、そうですね、されたら、うん、ね、足の一つや二つ引っ張っていいんじゃないかリロードは変えてきますね、センターバックを変えるか。そうですね、センターバックアレックス・サンドロが疲れてるので、はい、マンジュキッチを入れてきましたね。あ、失礼しました、誰が入りましたかね。 CB センターバックでしたね、はい、あ、キリン、失礼しました、はい、よりそのクロスに対応するというか、なるほど、なるほど、はい、高さが、はい、キリンに対応させようというところ。ジュン、さあボアテングが上がってきてますね。もう全上げして CB 上がってきてますね。すね、はい、先ほど、あ、そうですね、もうコンセプトも全部上げてて、はい、真っ赤、一番上までゲージ上げています。TBC学院。さあこれチャンスだ。ここは逆にチャンス。でこの動き出しうまいんですよね、ね、中のもらい手の。リロード、上げてきて、いや、ナイスキーパー。惜しかった。ヒヤッとしました、TBC学院。はい、やはりもうあの辺はスペース空いてきますね、TBC 学院ね、はい、まあしょうがないでしょう。88分、リロード、無理には攻めないですね。とどめの一撃になるかというところ、うん、コーナーキックか、コーナーキックですね、コーナーキックリロードチャンス、いやこれ嫌ですね。とどめを刺しそうな勢い、蹴るのはウッチ、はい、ヨッシーメルメルがショートコーナーに来ている、はい、それに渡す、あ、うまい、ウッチキープ、慌てる必要ありません、慌てる必要ないですね。さあ奪ったジュン、うん、アディショナルタイム1分、抜けてきたぞ、1点は返したい、返したいが、ジュンドリブル縦に切り裂いていく、ポケットに入ろうかというところ、入れてきて、ならばこの足元には入らない内が大きく蹴って、いやー2対2、勝ったのはリロード株式会社はい、それでは、両チームにお話をお伺いしたいと思います。ではまず残念ながら負けてしまいました TBC 学院、アラバ選手いかがでしたでしょうか。そうですね、すごい攻めてたんですけど勝てなくて悔しいです。すごくはい、結構ボールポジションにバットだけに悔しい試合だったかなと思います。まだね、引き続き試合続きますので頑張ってください。はい、では見事勝利、を収めましたリロード株式会社でウッチー選手いかがでしたでしょう。はい、めちゃくちゃ攻め込まれてたんですけど、なんとか守り切って勝ててよかったです。嬉しいです。はい、引き続きレースの調子をキープできればと思います。さあ、本日第3試合を終了しました。リロード、本日1試合で負けましたが、なんとか勝ちを取りました。TBC 学院が勝ち点で
ジョンピンサルに追いつかれたんですけど、ヒューガさんいかがでしたか。そうですね、やっぱ開幕も前半最初のキックオフで1点取れて、はい、そこから攻め急ぐ必要がなくてしっかり守りに決死することができて、その、はい、その中でカウンター決めれたっていうのと、やっぱ審査決めきりたかったっていうのは、ね、ちょっとありますけども、はい、はい、ではね、引き続き両者頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。それでは本日の第4試合目はスターティアレイズ株式会社対日本 PC サービス株式会社となります。ホーム側スターティアレイズ株式会社からは新 3PO 選手、虚偽選手の出場となります。新 3PO 選手、本日の意気込みお聞かせ願いますか。勝って良い食い込めるように頑張ります。はい、ありがとうございます。リロードさんとはね、勝ち点、いい勝負しますので頑張っていただければと思います、はい。はい、対しましてアウェー側日本 PC サービス株式会社からは、ゆうきじい選手、翔選手の出場となります、では翔選手いかがでしょう。本日の意気込み、2試合目、さっき勝ったんでこの勢いのままにこの試合も勝ったじゃないですか。頑張ります。はい、ありがとうございます。ここだけの話どうでしょう、ゆうきじい選手、山本選手どちらがやりやすいでしょうか。さっき勝ったんでね。逆に有機 GG 選手どうでしょう、浜谷選手と山本翔選手どちらが安いですか。ここだけそうですね、はい、まあ勝ったんで、はい、そうですね、では次回からペアを変えるという形でよろしくお願いします。チームのせいにするのやめようと思います。アルサのせいにしたけれどもどうやら浜谷のせいだったかもしれない。ありえますね。なるほど、ありがとうございます。はい、引き続き頑張っていただければと思います。それでは試合開始前に皆様にはコールの掛け声お願いしたいと思います。アフターシックスリーグと私が言いますので続けてスタートとお願いいたします。それでは参ります。アフターシックスリーグスタート。それでは両チーム試合開始お願いいたします。さあ、日向さん引き続き解説よろしくお願いします。はい、お願いします。第4試合目ちょっと長々長場でございますが、はい、どうでしょうか。そうですね、ここまで社会人大人たちの熱い戦い見ていただいて、いや本当に、はい、面白い試合ばかりで、はいはい、そうですね、プロ顔負けのプレーとかもありますか。はい、なんか細かいところはやっぱりプロの方が上手だったんですけど、はい、逆に、はい、なんていうか大胆さと言いますか、はい、そうですね、ここでその動き出しできるのかみたいな。あ、そうですね、プロであるがゆえに見えない視点とか、そうですね、そういうのがやはりありますかね、はい、それも日向さんが、ね、ぜひ吸収して、はい、世界大会とかタイリーグとかで、はい、使っていただければと。ぜひ今日も吸収しまくりたいと思います、はい、日本のヒューが変な動きするとタイのプロ選手にぜひね、はい、どこで学んだんだっ て日本 PC サービスです。そうですね、有機 GG の動きをいただければ、はい、はい、さあ本日の第4試合でございます。スターティアレイズ本日の初試合でございます。日本 PC サービスは2試合目、日本 PC サービスは、先ほどの試合で TBC 学院に追いついたのでここ勝てば、追い抜きますね。お、7位に浮上します。勝ち点が一緒だと得失点差がマイナス28と絶望的なので、なんとか勝ち点でね、はい、もぎ取っていきたいですが、うん、そうですね、得失点差はちょっと日本 PC サービス株式会社、もう株がなくなるぐらいの得失点差ですね、はい、頑張っていきたいさあ、ね、やはりその日の1試合目というのは、ゆうがさん、プロでも緊張しますか。そうですね、緊張しますね。やはり特に最初のキックオフのところとかは、いや、そうですね、やはり気をつけないといけないキックオフのところ、はい、第1試合目、はい、ですね、プロゲーマーたちは無理やり外に出すぐらい警戒するこのキックオフですね、はい、気を注目していきたいと思います。お互いにバイエルンミュンヘンでございます。ユニフォーム赤色がスターティアレイズ、左から右、はい、ユニフォーム白が日本 PC サービス、右から左と攻めます。ともにバイエルン、このキックオフの時間帯気をつけたい。 C3PO、 ボールを持っているスターティアレイズ、丁寧に繋ぎますね。そうですね、はい、ボールが切れるまでチャンスは続きます。逆逆逆逆、はい、奪った、あ、これいい、ユーキジージが奪った、お、奪った側もチャンスですからね、これね、はい、さあ、ショー、いや、いいパス、ユーキジージか、キーパーか、大きく蹴り出したいい飛び出しでしたね。そうですね、はい、素晴らしかった、ノイヤー、ノイヤー抜けてきそう、さあ、競技、ユーキジージが奪った、ナイス判断ですね、今クリアは。まずはホッとした両チーム、
上げてくるぞ。ヒョギ、ナイスキーパー。まだヒョギが拾うか。拾って上げてきた。C3PO 落としてヒョギ、ヒョギ。C3PO 奪ったのはショー、うん、まだあるぞ。スターティアレイズしっかりと奪っていきました、うん、さあこう、失礼しました。スローインが、はい、スターティアレイズですね、はい、C3PO につないで中央に入れました。ヒョギこぼれるがここ気をつけたい。ユウキジージしっかりと奪ってまず大きくというところで体を当ててきました。ヒョギショーを落としてユウキジージショー、うん、展開するが C3PO が奪う。縦パス入れてきた。 C3PO、 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 先生ちゃんか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 ですちゃんかちゃんかしてますね。これこれかいい大人が点数を決めてこのようにはしゃぐ光景、それをちゃんかちゃんかと呼んでおります。ちゃんかちゃんかでしたね、はい、一瞬二人とも忘れていたように見えましたいいでしょうなるほどまずはスタートで先制していきました。これいいパス入りましたね、縦に1本、はい、そうですね、素晴らしいパスが入っていきました。ちゃんかちゃんか忘れた。結構両方ともサイドに選手がいるので、はい、同じようなフォーメーションだと結構構築するとか なんていうんですか、はい、全然点が入んない、うん、試合が多かったりするんですけど、はい、ここで1点動いたのは試合の流れが、ね、はい、そうですね。スターティアレイズがまず相手奪っていきました。ヒョギC3PO、 さあ早い動き出し抜けてきた。オフサイドは、オフサイド、これはオフサイド。ごめん、日本 PC サービスはまず1点取られてしまったという形、はい、さあどういうセカンドボールともに拾っていきたい。ヒョギ C3PO につないで3枚でディフェンス、日本 PC サービス、これいいところでカットできました。そうですね、さあここなんとかカバーに入りたい、うん、奪ったのはスターティアレイズ、はい、ヒョギ C3PO、 いや落ち着いてますね、パス回しが。そうですね、スターティアレイズかなり自分たちのペースで回せてるかもしれません、はい、ヒョギにつながるかというところ、うん、コーナーキックに逃れました。日本 PC サービス、蹴るのは C3PO、 どういうボールを上げてくるか、ニアかファーか真ん中か。さあ、あのレバンドスキがどう動くか。そう動いてきます、はい、さあそこに来るか C3PO、 うん、ヒョギ C3PO、 いやもうかわしてきたダブルダッチしたかね、はい、少し見せすぎたか、はい、いい仕掛けですね。でもね、そうですね、はい、あのダブルタッチ仕掛けると結構ファールになって PK もらったりもするんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあやはりあれはいい仕掛けだったということですね、はい、さあショー、日本 PC サービスチャンス作れるか。ヒョギが奪って C3PO、 大きく逆サイドの展開。日本 PC サービスいいところで奪ったときに簡単に前縦パスで失っちゃってるので、はい、ちょっと一回マイボールの時間増やしたりとかしたいですね、はい、横に出したりまた後ろに戻したりとか、はい、そうですね、ですかね、はい、こういうところをそうです、ね、もうちょい大事にできればいいかなと思いますけど、はい、リズムが出てくるかもしれませんが C3PO からヒョギ、いや奪った。ユウキジジがナイスディフェンス、ディフェンス、そう言われた通りゆっくりし始めたか言われた通りにそうですね、そうしょう、はい、ゆっくりしすぎたか、はい、これボアテンがなんか邪魔してきましたね。そうですね、少し不運だった。さあユウキジジ縦に1本入れてここで落ち着きたい、うん、日本 PC サービス、まあ、1試合目の試合と比べて相手もサイドにいるので、はい、日本 PC サービスは、はい、そこサイドとかフリーにならないのはちょっと苦しい、はい、なるほど、やりづらさ感じてるかもしれないですね。さあショーが入れてきたが、これは C3 プロの足元、先ほどの試合はサイドにあのディフェンスがいなかったので少し持ちやすかった。そうですね、はい、今度はフォーメーションが似てるのでやはり1人はいますね。そうですね、開くところがないので、はい、なるほど、どっかで無理しなきゃいけないのは確かに。フラッと上げてきたが、いや、 やはりじゃあどこかで1枚かわさなければならない。そうですね、はい、穴を早く素早く見つけて的確に出さなきゃいけないっていうところで、その辺の技術どうなってくるか、はい、落として競技落とします。 C3PO、 その点すごい落ち着いて回せてるので。そうです、スターティアレスですね、はい、相手が出てきたところに出すという、はい、あ、さあ2枚で奪ったのは日本 PC サービス、うん、これでもいい奪い方でしたね。そうですね、ここの縦パスですね。そうですね、ここで日本 PC サービスは奪ったくない、まあ、今のありそうでしたけどね、はい、はい、まあ狙える時はやってせっかく狙った方がいいですね。さあヒョギふわっと浮かしてきて C3PO、 C3PO にはつながらなかったが、その前でゴールキックラウンダーでサイドでよかったかもしれない。うーん、さあ1点リードしているのはスターティアレイズ、
40分、前半40分になろうというところ、うん、スタティアレーズは自分たちの展開が続いているので、はい、早めに2点目欲しいですね、はい、そうですね、この流れの中でまずは1点、もう1点取りたいが、ユーキジージー日本ピッチサベを集中して守っている、そう、あーいいよ、パスさあ、ユーキジージー落ち着いている、落ち着いている、あー、ここね、ずれちゃうか、ここがずれてしまった、シスリピオ仕掛けるかと見せかけて一旦横、うん、センターサークル内で一旦戻します。落ち着いてますね。そうですね。スターティアーズはリードしてるので、これでいいですかね、はい。これでいいと思います。はい。アディショナルタイム1分。C3PO。スターティアーズはサイドに展開させながら、自分たちのペースですね。はい、さあ、奪った、ユキジージ。うん。これはいい取り方なので。そうですね。はい。というところで1対0。まずはスターティアーズがリードした状態で前半を折り返します。はい、どうでしょう。この2試合の試合見ていて。そうですね、やっぱりスタティアレーズボールすごい 66% 持ててますし、そうですね、はい、逆に日本 PC サービスシュートもないので、はい、まあ早いカウンターする布陣に変えるか、はいはい、それともこれでもうちょい戦ってみるか、まあ、どこかでなんか変えないと、そうですね、このままずるずる、はい、いっちゃうのかなと思います、まあ、60分からやはりスーパーサーブ入れてくると思いますので、はい、そこでどうなるかですかね、そうですね、その辺でまたお互い流れが変わってくると思いますので、はい、お互いにスーパーサーブの選手は一緒ですので、どうなるか、はい。あとは後半、開始キックオフが日本 PC サービスからなので。でね、ここは集中したいですね。ここをしっかりスタティアリズは防ぐ、はい、防いで。防ぐ。はい。こういう場合、やはりヒューガスさん、もしまあリードしていて、はい、後半、相手のキックオフというか、うん、もう奪ったらとにかく出しますか、出すことはしないですけど、はい、まあ、簡単に大きく蹴ったりはする、ね。あ、なるほど。出てもいいかなぐらいな感じ。繋ぐというよりは、まずもう四角でクリアっていう。なるほど、なるほど。はい、さあ、その、気をつけたい後半のキックオフ、日本 PC サービスのキックオフでございます。エンドが変わります。日本 PC サービスが白のユニフォーム、左から右。赤のユニフォーム、スターテレズが右から左。共、はい、にバイエルミュンヘン。シスピオ。これ後半開始から日本 PC サービス、ドーラスコスタ入れてきましたかね。なるほど、うん、はい。スーパーサブの選手を1人入れたのが日本 PC サービス。やはり早々に攻めようということですね。はい、C3PO が素晴らしいキープを見せていきます、ヒョウギ。中央 C3PO。ヒョウギ。ここ開きますね、間、間が。はい、そうですね。スターティアレーズはやはり間、間しっかりつないでいきますね。はい、ここが空いてます。はい、ここ空いてますね。中央。足元入れて、ヒョウギ。打ってきた、惜しい。さあコーナーキック、シュートで終わっていい形だと思います。そうですね、はい、まずはキックオフの脅威、お互いに胸を撫で下ろすか。さあ蹴るのはヒョギ、上げてきて中央、競り合い、なんとかクリア、ユキジジ拾えるか、はい、ヒョギも行っている。これがどちらのボールだ、キックオフと同じぐらい、はい、コーナーキックのカウンターも脅威になるので、あ、なるほど、はい、シュートで終わりたい、はい、ということですね。そうですね。C3PO。うわ、抜けてきたぞ。いや、これいいパス。競技、これが抜けなかった。ああ、最後のところ守備落ち着いてますね、日本ピッチサービス。そうですね、はい。なんとか最後の方をしっかりと守ります。競技。いいディフェンス。ナイスディフェンス。これごちゃごちゃしていた。はい。ユキジジ、出せるか。いやー。オフサイド。いい背中ワンツー見せれたんですけどね、今。背中ワンツー。はい、あれこれ取ってればあったっすけどね、惜しかったですね、はい、1対0、緊張するシーンが続きます、はい、C3PO、 これが大きく流れすぎましたが、おっと、あ、うん、これずれちゃいましたね、ずれましたね、コーナーキック、はい、まあ、ピンチですけどチャンスですから、これ防いでしっかりカウンターにつなげたい、防いでカウンターチャンス、はい、スターティアレイズは打ち切りたい、そうですね、打ち切りたい、 PC サービスは奪ったらカウンターと、はい、さあどうなるか、スーパーサーブの選手入れてきますかね、そうですね、ポーズが長いぞ、はい、日本 PC サービスともに入れてくるかもしれません、スターティアレザまだ動かないっていう流れですかね、これは今、そうですね、はい、日本 PC サービスがもしかしたらカード切ってくるかもしれません、はい、早めにどういう形を取るか、スーパーサーブが1枚入ってますので、もう2枚どこで切ってくるかですね、そうですね、はい、さあコーナーキック、嵐の前の静けさか、スターティアレーズ出てきた、拾ってここ拾いたい、拾うか、ユーキジージーが拾った、拾った、コマン入ってますね、そうですね、日本 PC サービスはキングスレイコーマン、早いぞ、早い、この動き、いやでもよく防いだ、なんとか守りました、シスリピオの縦パス1本、表技、うん、抜けるか、抜けてきた、コスト入ってますね、これ、そうですね、お互いスーパーサーブ入ってきました、はい、
お互いにそこは気をつけたいですね。はい、C3PO キープして、いや落ち着いてる。落として C3PO 表記 C3PO、うん、ポケットに入ってきた。このキープ力奪われない。奪った。やばい、これが危なかった。やはりあそこで持てるというのは大きいですね。そこでキープして1枚2枚剥がせたらやっぱり数的有利にどっかがなるの で、ね、はい、グッとチャンスが近づいてきますね。はい、ショー、いやしかし奪った、うん、C3PO 縦か中か、あとこれが息が合わない。ショー、勇気 GG。 ショー、奪った C3PO、 なかなかシュートまでいけないですね。そうですね、お互いに中盤の攻防、はい、息の詰まる攻防ですね。どっかで気を抜いたら一発でいかれそうな、そんな雰囲気がありますね。さて、でも有利してポゼッションはできているものの、どっか一発ポーンやられそうな雰囲気もありますね。何か事故とかガチャガチャになっちゃうと一回で縦に行きそうな、はい、そんな嵐の前の静けさを感じる後半71分、はい、縦パス1本出してきたが、こういうのを拾えると、あ、さあどうか。C3PO がキープ、しかし2枚で奪いに行きます。はい、いいプレスですね。サービス、さあこれいいとこ入った、抜けてくるぞ。ショー、さあに出て、いやー、いやー、 R1 を離せ、トラップの見た、 R1 を離しなさい。そういうことですよね。そういうことですね、はい、今なぜ R1 を離さないんだ。ちょっと焦っちゃいましたね。焦りましたかね。はい、しっかりと、まずまだあるか、奪うか、奪った。スターティアレイズはなんとか守っています。はい、落ち着いてポジションして、これやれせ、負けてるチームからすると、そうですね、ゆっくりなんか見られているような、そんな感じか。はい、ここで奪われない C3PO、はい、しっかりキープします。これ前ボール、おー、さあ、取ったユキジジ。あ、でもこれいい読みですね。そうですね、ディフェンスも素晴らしい、スターティアレイズ、はい、スタジオで初期から結構あの、はい、ディフェンスは良かったので、はい、そこに個人個人のプレースキルがついてきて、はい、リーグ中に非常にレベルが上がってきてスターティアレイズ、2人のそのポゼッションする息とかも合ってる気がしますね。そうですね、はい、一番スターティアレイズは唯一ずっと同じ2人がやってるので、はい、あ、そう、やっぱりそうなんですね。はい、おそらく息が合うのが一番かもしれません。はい、ここに出すよって決まりがなんか、はい、なんとなくできてるのかなと。あと前半ちょっと負けてるときに、上司に練習させてくれと言ってくださいって僕らの方から言ってます。さあ、危ないし？ある。出ないか。勇気じつないでいく。これはまだあるんじゃないですか。さあ、追いつける可能性はあるが、表記が奪う。ディフェンスはもとか定評があります、スターティアリーズ、はい。なかなかボールも出ないですね。そうですね。集中したいぞ。C3PO。いやー、いい縦パス。入った。C3PO 中央。キープ。いや、いいディフェンス。2枚で剥がしました。さあ、いけるか。ショー、ここ抜けてきた。ゆうきじじ、中は1枚か。キープしたい。キープ。奪ったのはヒョギ。ディフェンスやはり定評があります。スターティアレーズ。奪った。ゆうきじじ、上げてきて。一発あるか。まだあるぞ。ショーが拾って。アディショナルタイム1分。さあ、勝ったのはスターティアレーズ1対0! 緊張したか。息の詰まる 1-0 の試合、接戦でございました。そうですね。はい。では、残念ながら負けてしまいました。日本 PC サービス、ゆうきじじ選手いかがでしたでしょうか。そうですね、結果として悪くはなかったと思うんですけど、シュート本数がゼロだったので、ちょっとそこだけ悔やまれるとこかなと。そうですね、はい、まあ、そこまた修正して、いや、でも勝ち点では今あの並んでますので、え、引き続き頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、では見事勝ちましたスターティアレイズ、ヒョギ選手いかがでしたでしょうか。は、今グーッと鳴った音は何でしょうか。お腹が鳴ったか。はい、おめでとうね。またね、戦い続きますので頑張ってください。ありがとうございます。さあ、本日の第4試合ですね、ゆうきじじ選手が固まっているという映像もあるんですが、日本プレサービスは得失点差では、まだありますが、勝ち点は TBC が取り付けました。そしてスターティアレイズも、上位をね、上げたり下がったり中盤の位置キープしてますので、ここもね、チームも頑張っていただければなと思います。両チームありがとうございました。
それでは本日の第5試合、開始したいと思います。第5試合目は株式会社日立システムズ対株式会社テレビ新潟放送網となります。ホーム側株式会社日立システムズからは翔選手、小杉選手の出場となります。それではアフターシックスリーグ初出場でございます。小杉選手、いかがでしょう今の心境は。そうですね、ちょっと急遽出場することになったんで、はい、非常に緊張しておりますが、はい、頑張りたいと思います。はい、一応代表者ということで。そうですね、小杉選手、はい、部長を務めてるんですけども、はい、秘密兵器のまま終わるつもりだったんですけど、ちょっと、はい、出ることになったっていう。いつもうちのジェリータとヤマンとショウがお世話になっております。はい、秘密兵器いよいよベールを脱ぐということで楽しみにしておりますので頑張ってください。はい、対しましてアウェー側、株式会社テレビ新潟放送網からはヒロポン選手、カズ選手の出場になります。それではカズ選手、意気込みをお願いいたします。はい、相手は上位のチームなので、はい、うまく対応してなんとか冷や汗をかかせるぐらいにはやっていきたいなと思っております。冷や汗をかかすだけでいいでしょうか。あわよくば、あわよくば。そうですね、先ほどちょっと逆転負けしてしまいましたので、それ引きずらず切り替えて頑張っていただければと思います。はい、さあ、それでは、試合前に皆さん恒例の掛け声ご協力お願いいたします。私はアフターシックスリーグと言いますので続けてスタートとお願いいたします。それではいきます。アフターシックスリーグスタート。それでは皆さん試合開始をお願いいたします。さあ、解説は引き続き日向さん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、どうでしょう、手に先ほど 逆転負けをしてしまった次の試合っていうのはどうでしょう。そうですね、まあ、引きずらず頑張ってほしいですよね、はい、先ほどの試合内容は悪くなかったの で、はい、ちょっと不運に見舞われたことが多かったかな。まあ、なかった、あの時になかった運は次に、はい、そうですね、はい、はい、という気持ちで頑張ってほしいです。さあ、そして今回リーグ戦初出場の大杉選手がいます。どうでしょう、初出場、はい、初試合ではなく初出場という。そうですよ、そのどころじゃないでしょう、ね、リーグ戦も結構進んできている中で、はい、ここで初出場、はい、しかも結構上位日立システムさん、そうですね、今3位ですね、はい、プレッシャーになってくるんじゃないかなと思います。秘密兵器のままで終わるつもりだったというね、はい、コメント少しネガティブな発言も今日そのベールを脱いでもらいましょう、はい、はい、そうですね、どれだけやられているのか楽しみだと思います。さあ、共にバイエルン・ミュンヘン、やはりこの1分がマッチ、日立システムズはいつも通り、3-5-2で3バック今日初めて、そうですね、日立システムズはもうこのフォーメーションでずっと来ております、はい、かなり安定して、サイドハーフの2人でかなり強いというのが日立システムズですね、はい、あとは調子次第かというところですが、もう完全に翔選手に任せてる感じですかね。そうですね、はい、もしかしたらそう見せたら試合でゴリゴリパターンもありますね。試合始まったら俺に出せって、出せと、もう俺に当てろ俺に当てろ、ちょっとそれが俺が行くかもしれません。それってちょっとびっくりですね。翔選手が一番びっくりすると思います。代表者でございますからね、はい、意外オラオラ系か、そうですよ ね、みんなに任せる系か、はい、職場でのあれも出るかもしれませんね、はい、確かに。あるんですか、やっぱ今日気持ちよく小杉選手に点取らせたら休み増えるとかあるんですかね、はいはい、ありますかね。出世街道まっしぐらかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、翔が接待ウイレができるかと思って、いやいや絶対対戦相手いますか。そうですね、対戦でした。手には操作させるかと、はい、手には操作させるかというところですね、翔、はい、の出世を許してたまるかというか、手に昭和なんとかお杉に入れ込んでいこうと、はい、Jリーグやマンが休んでいる間に俺は出世するぞと、そういう私利私欲が垣間見える戦い、なるほど、僕が勝手に言っております。そんな戦いだったんですね。そうですね、出世がかってます。ゲームして出世できるんだったらゲームするでしょ、確かに、それはそうですね。どうなるか、お杉さんが、あ、いや頑張ってたよ、翔、頑張ってたよ、ヤマン来んかったけど翔、頑張ってたよ、はい、上司に言えばこれも、はい、給料上がってきますから負けられません、はい、はい、
テニーにはそれを新潟の方で放送していただきましょう。ドキュメンタリーで。そうですね。品川区のことを、はい、新潟の方で放送してもらうという形でしょうかね。さあ始まりました。はい、まずはキックオフ機、気をつけていきたいですね。共にバイエルミュンヘンと言います。赤いユニフォームが日立システムで、白のユニフォームが、テレビ新潟放送、通称テニーでございます。はい、さあ、大杉、初登場の大杉、ね、どういうプレーを見せるか。はい、サイドへ散らします。さあショー、大杉、さあいい縦パス入った、大杉、うん、キープは素晴らしい。左サイド抜けてきた。さあでもまだ少し先行入力が入ってしまいましたかね。はい、前ね、ショーが中央入れて大杉、さあいい横パス入った、あいい縦パス打ってきた、片手でかき出す。これどうやらお杉やってますね。そうですね、全然馴染んでますね。今の縦パスはそうですね、もう接待がどうとか言ってる、ね、そうですね。これはお杉もかなりの戦力かもしれません、はい、コーナーキック蹴ってくれたお杉、ショーが合わせてきた。さあでもキックオフからの流れで失点なんとかしないで、そうですね、お互いにまずはホッとしたところ、はい、ヒロポンカズ、さあショー抜けてくる、ダイレクトでいけるか。おいや、いいボーアティングからのパスが、そうですね、なかなか息のあったプレー、はい、これだ今日急遽ってことは練習もしてないわけですね。あまりしてないかもしれませんね。さあどういうプレーを見せてくれるか、はい、テニーは負けられません。お杉の縦パス、はい、1本奪った、数が奪って、ヒロポン、数、ヒロポン、ダイレクト。いやでも守備のところも1人当たって、はい、1人ケアっていうのが日立システムでできてたので、連携できてるなって感じですね。さあこれはお杉、秘密兵器のままで終わらないかもしれません、はい、逆にテニーさんからしたら、まあ、ちょっと初登場なので ね、はい、そうですね、戦力落ちてくれればぐらいには思ったところあるかもしれないですけど、これはいい試合が期待できそうでございます、はい、冷や汗をかかしたいというテニー、ショーの出世を阻むか。さあこれいいトラップ、ヒロポンのシュート、いやーナイスキーパー。さあしっかり守りました日立システムズ、うん、ヒロポンのコーナーキック、どこに蹴ってくるか、テニー集中して守りたい、日立システムズは集中して守りたい、ニアに入れてきた、はい、これが、おー入った、入ったー、テニー、いやーコーナーキック、やはりニアでしたね。そうですね、素晴らしいコーナーキック、ニャブリで、ニャブリ決めてきました、はい、押してるから巻いて巻いて、そんな感じでございましょうか。素晴らしいパフォーマンス、いいっすね今の。そうですね、ニャブリに合わせて巻いて巻いて巻いて、はい、テレビ局はね、はい、やはり巻き重要でございますから、はい、押してるから巻いてくれ。今後何かあったら僕も使わせていただきます。タイリーグでも使ってください。タイリーグで、はい、ぜひタイに。タイ巻いて巻いて、そのタイム。ワッツワッツってぜひ言われちゃいます。はい、いやでもいいゴールですね。コーナーキック。テニーはなんとか決めてきました。はい、日立システムズはなんとか奪い返していきたい。このまま上位に食い込んでいくためにも負けられません。はい、まあセットプレーはねちょっとしょうがない部分ありますんで。そうですね。まあ、切り替えて、はい、いきたいと思う。しいか、さあいいパス、おすぎのシュート、うん、ちょっと弱いか、ちょっと弱かったですね、いい形です。そうですね、まだまだチャンスは作ってきそうでした、システムズ、はい、おすぎキープできるか、奪ったのはカズ、ヒロポンへの縦パス抜けてくるか、キープしてヒロポン、ナイスキープ、いやナイスキープですね、カズに落とすで、ヒロポン、カズ、ヒロポン、カズと、うん、ヒールでおしゃれなパスだが繋がらず、大きくクリア、日立システムズキープしたか、これ出ました、出ましたね、ペニーのボール、さあ中央に入れた、さあこれ奪いました、ショー、ああいい、あオフサイド、オフサイドにならないように動き出したと思いましたけどね、そうですね、惜しい、ショーとしては出世の道が一瞬途絶えた。どうぞ杉さん、ショー選手悪くはないですか、これ。あそこで入っていれば、はい、出世の道も見えたかもしれません、ショーさあまだまだ試合続きますが、さあお杉ショーへつないで当たってしまった、ヒロポンが奪った、ナイスカット、お杉のディフェンスか、さあ3枚で行くが奪いました、大杉縦パス、ショー、さあいい横パス、そうですね、これ広く使えるのがやっぱり3バックの良さですよね、はい、そうですね、
さあ、そして日立シスム、やはりこのサイドハーフから起点を作る傾向になります、はい、ここ重要です。ショーから抜けてきた、大杉チャンス、大杉のシュート、また少し弱かったか、ショーが奪えるか、うん、今のシュートはどうしよう、弱かったですね。そうですね、はい、まあちょっとまだ打つ場面ではなかったかな、はい、はい、さあ、おすぎの部屋が暗くなった。そうですね。そしてまた明るくなりました。はい。さあどうなるか。じゃあちょっと気になってました。そうですね。一瞬暗くなったなぜか。しかし淡々とポーカーフェイスで進めます、はい、おすぎ。あ、これいいカットですね。おすぎの部屋が暗くなった。なぜか。これはどういうことだ、おすぎ。あ、これいい形ですよ。来た。超シュート。返しました一つシステムで。ちょっと部屋見ちゃって途中ちょっと見えなかったですよ。そうですね、おすぎが部屋を暗くして拡大してきた。素晴らしい、その瞬間に決まりましたから、はい、そしておすぎが後ろに指示を出してますね。暗くするなと。暗くするなとおすぎが指示を出しに行った、はい、もうゴールシーンは見ないです。そうですね、はい、さあ、ま、おすぎの部屋が暗くなる。どういうことだ。謎が謎を呼ぶ日立システムズ、はい、まあ、急遽ですからね、今日そうですね、急遽出場ですから、はい、もしかしたら電気代を払っていない可能性もあります日立システムズ。そんなすぐつきます、逆に。そうですね。さあ追いつきました日立システムズ、やはり3位の実力を見せつけていました。テニーは今のところ冷や汗をかかしたいという目標は達成できている、うん、そのさらにもう一個上、欲を変えて勝利をもぎ取りたい。そうですね。ショーを中央に入れて、おすぎまでは行かないが、カズが奪って、カズキープしていきます。あ、慌てません。慌てないですね。パス、いや、いいディフェンス挟み込んで、そうですね、素晴らしいディフェンス。さあ、いい抜け出し、抜けてきた、ショー、いやー、ショー来た、下が残ってるな、来るか、落ちてない、ショー、決めた、素晴らしい、素晴らしい、やはり出世がかかっていますね、これ。集中力が違うぞ。いや、でも今、おすぎ選手からのいいお膳立てじゃないですか。はい、素晴らしいパスでした。これ逆にもう明日からいいパス出したんだから黙って仕事しろよパターンも。そうです、残業、サービス残業があるかもしれない。それ気をつけたい、はい、さあテニーは逆転、またちょっと逆転をされる展開、そうですね、はい、うん、なんとか追いつきたい、まだまだ前半でございますから、はい、はい、やっぱこのサイドのところを引きつられたのかな、はい、そうですね、はい、狭いシュートコースしっかり決めてきました、はい、難しいシーン、あとは逆サイドが残っちゃってたので最後のラストパスのと、はい、そこ残ってるのかって感じだと思いますね、うん、なるほど、はい、少し苦しかった。さあテニーはまたしも逆転を許してしまいましたが、はい、まだまだ前半40分、後半もあります。さあ大杉サイドのショーへ、そ、奪った数、このサイドからの縦パスがいいですよね、はい、フォワードに対して立ちシステムですね、はい、はい、この縦パス、うん、入れられるか、ショー、いやー、うまい、まさかのシュート、これはいいですね、これはやはり給料上がるの絶対確定ですね、これはコントロールシュート、そうですね、はい、お金がかかってないとあのシュートはできないと思いますね、そんなことない、ヤマンが休みの間にやったろうという、はいはい、でも今のは三鷹部長とそうです、ね、してやったゴールじゃないですか。そうですね、お次にどうやら上に給料上げてくれと言わせてほしいような、はい、センターリングと思うシーンでしたが、はい、打ってきました、うん、あそこは入るコースですか。そうですね、あそこは入る、もう やり込んでやってる人だなっていう、なるほど、ところからのコントロールシュートです、はい、テニーは2点リードされてしまいました。先制からの3点ポンポンポンと手に奪われてしまいましたが、はい、まだまだわからない、冷や汗をかかしたいというその宣言通り、なんとか攻めていきたいが、でも失点してから落ち着いてましたね。そうですね、ここまでシステムズは慌てません、はい、テニーはなんとかまずはマイボールしたい。そうですね、テニー側はちょっとマイボールの時間が、そうですね、さあ奪った数、うん、というところで前半は3対1、リードしているのは日立システムズでございます、うん、佐藤翔、ヒューガさん、先制したけれども3点取られるというちょっと苦しい展開でございますが、はい、そうです、やっぱりちょっとフォーメーションの相性みたいなところはあって、やっぱサイドが空いていて、うん、そこからいい縦パスを間々でフォワードに当てられてしまって、テニーさんはちょっと苦しくなって押し込まれているのかなっていうところですかね、うん、はい、そこをなんとか修正したいというか、そうですね、まあ、そこを縦パスしっかりカーソル当てて切ったりとかするところですかね、うん、まあ、あとは日立さん、お杉選手が、はい、落ち着いているという、う、ね、初登場とは思えな い, えない、はい、連携見せているので後半も楽しみで す, です、ね、はい、
さあどういう形フォーメーション変えてくるか、はい、手に、そして日立システムズはどのように、うん、こう交換はあるか、ともにそのままか、テニーの方は動いてもいいかもしれませんが、どうだ、そのままですかね、一旦、はい、まあ、スーパーサブ入れるタイミングで、その時の試合展開によって変えたりとか、そうですね、このままいけるのであれば、早い展開でカウンターで一発とかも、3バック相手だったらあるので、はい、そしてさあ、後半戦でございます、エンドが変わります、日立システム、赤のユニフォーム、右から左へ攻めます、バイエルンミュンヘン、株式会社テレビ、新潟放送網がユベントスで。はい、あ、失礼しました、バイエルミュンヘンですね、はい、失礼しました、左から右ともにバイエルミュンヘンでございます、あ、これチャンスですね、抜けてきた、ヒロポン振り向いて、うん、ドラップも最高、シュート、いやー、追いつきました、まずはキックオフ、はい、その、使用通り、そうですね、まあ、あとは今取った後、失い方がやっぱ悪かったですね、はい、3バックつなぎやすいんですけど、はい、その分失った時のリスクがでかいので、ここですね、はい、ここですね、しかしトラップも素晴らしいトラップでしたね、そうですね、はい、もうこのコントロールシュートするぞっていうイメージ通りのトラップだったと思います、ヒロポンの素晴らしいシュートでまず1点返しました、これでまだまだテニー分かりませんね、そうですね、早い時間取れたのは相当でかいと思います、吹、はい、き返しますテニーとスパースを出してきた、はい、これ奪ったショー、ここで横出したときに逆サイドもいるのが強いですね、やっぱり、そうですね、このフォーム、はい、さあ振り向けるか、大杉、大杉、いや、いいこちらとして、ショーのカバー、いやー、惜しかったが、まだあるぞ、惜しい、システムズ、上げてきた、ある、振り向けるか、つながるか、大杉、大杉、惜しい、惜しい、惜しかった、よくしのいだ、なんとかしのいだ、手に、この追加点したくない、さあ奪った、この取り方するとチャンスです、ショートカウンター、そうですね、これをするとテニーはチャンスだが、はい、カウンターしたいけど、うん、素晴らしいディフェンス、タッチでもそれを許しません、ショーからオスギ抜けてきた、オスギ、オスギ、オスギ、シュートが優しい今日3本ほどオスギのシュートが優しいですね、はい、いやでもあそこドリブルでいきますね、はい、そうですね、はい、これはやはり少しオスギ選手もやっていますね、はい、秘密兵器では終わらない、秘密兵器で終わってたらもったいなかったんじゃないですかね、そうですね、はい、今日そのベルを脱いでいます、大杉、さあテニーはまずは1点返して追加点いきたい、うん、抜けるか、惜しいしもいっぱい作ってきてるが、日立システム少しバタバタしているか、大杉がサイドで持って縦パス、落ち着いて回します、大杉、さあ奪った、カズ、いいカット、うん、奪った、これがショー、ショーからショー、キープして、さあ奪った、手に、まあ、この2トップはちょっと孤立しちゃってるので、はい、あ、ただこれ通ればですけど、ここところが、はい、はい、まあ、あのワンパターンしかなくなっちゃうとちょっと苦しいかなと、なるほど、はい、少し戻したりサイド打ち出したりと、はい、3人目が欲しいですね、そう、さあその3人目の動きできるか、さあこれは枚数かかっているので、さあ広報として数、奪った、ショー、さあコーナーキッカー、失礼しました、スローインですね、はい、さあ共にスーパーサブの時間帯でございましょうか、手に少しずつリズムが出てきましたかね、そうですね、いい位置でボールが取れるようになったというか、う、ね、はい、なのであとは最後のパスと、はいはい、クオリティが上がれればというところですね、はい、手には先制から3点許しましたが、後半すぐに1点返しました、3対2、はい、リードしているのは日立システムズ、まあ、あのこのまま負けの時間帯続いたら、はい、テニーさんのはトップ下の片方にカウンターターゲットとかつけて、もう前に3人とか、なるほど、もう下がらせないです、はい、とかもありかなと思います、テニーはトップ下にカウンターターゲットつけるのもありかもしれません、日立システムズはどうするか、はい、攻めるか守るか、ちょっと日立システムはっきりしたいかもしれないですね、そうですね、ヒューガさんならばどうでしょう、3点で勝ってる時、まあ、ちょっとまだこの時間帯1点差だったらもうちょっと攻めたい、そうですね、攻めに行くかなと思います、そうですね、1点差をどうするか、テニーは逆に攻めていきたい、2人が談笑しているか相談しているか、はい、相談してますね、そうですね、2オン2非常に大事かもしれません、うん、ここで、はい、コミュニケーション取って、うん、はい、はっきりしていくサイドに行くのか、はい、行くのかっていうのは大事ですし、はい、やることをしっかりコミュニケーション取れるか取れないかは大きいと思います、お互いに同じビジョンを持てるかというですね、はい、
さあただこのスーパーサブがサイドに来るのはもう苦しいかもしれませんね。なかなか縦走られたら止まんないですからね。はい、スーパーサブがサイドぶち抜いてくるかもしれません、日立システムズ。こうしているか、はい、テリーはどういう手を打ってくるか、日立システムズは守るか攻めるかというところ、熟考していますね。画面が止まっているか、いや、もしくは誰かがポーズメニューのままで自分はポーズメニュー押してないよって思ってる可能性もあります。なるほど解除ができて、はい、その可能性が高かったですね、その可能性高かったですね、今、はい、誰だ僕は押すぎではなかろうかと踏んでいるんですが、どうでしょうか。さあ始まります、スローイン、ヒロポン、カズクリア、日立システムズ、いや、いいクリアだな。押すぎ、おっとこれが少し長くなったか、はい、さあヒロポンに入れてきました、手に中央で、もう一回サイド使えたのは大きいですね。大きいですね。まあ惜しい。やれ、違う手数を出していくんですね。ですね。やっぱ同じ縦パスよりも角度つけた縦パス入れていくと、はい、なるほど。やはりサイドが気になってくるか。大、はい、杉出して、いや、いいパス。ショーがキープできるか。いや、うまい。タオル、素晴らしいキープでした。ショーコーナーキックになります。タッチステムズ。蹴るのはショー。今とこしっかりダッシュ抜いてましたね。そうですね。ニアサイド。さあこれ拾えればチャンスですね。チャンスですね。さあ2枚残っている、ヒロポン2人で崩していく、カズ、さあカウンター、カウンター、スーパーサブが後ろから走ってきてます。来ましたね、はい、来た、抜けてきた、うん、いや少し長いか、惜しい。今のはバツパスの方が良かったかもしれない。うーん、まあ三角もうちょいゲージ強、弱めなるほどかなと思いますね。惜しかったシーン、ちょっと力入ったかなっていうところ。そうですね、1点を返してからはテリーなかなか自分たちのリズムで回してるシーンも多いかもしれませんね、はい、日立システムは少し苦しくなってきたか。そうですね、ちょっと焦りが。そうですね、はい、押しているのはテリーの印象、プレスがやっぱ速くなってますね。そうですね、テリーをこのまま押し切りたい。ショー中盤、おすぎに渡して、さあ、うん、お杉出してきた、いいパスか、通った、はい、ショー、よし、さ奪ったのは風、うん、惜しい。さあ気をつけたいが、ショー、ショー、うん、さあ風がキープ、ヒロポンポンポンと繋いだ、ここでキープできるか、おー、ファールもらえた。ここでファールをもらったら手にでかいですね。まあそこやっぱ、はい、フォワードに当てた時2人きりになっちゃうので、うん、そこを打開したいですね。なんとかそこケアを入れながら、はい、そうするとカウンターが、はい、成立してくるんですね、はい、さあこれがつなげるか、手に奪った。さあ後半が間もなく80分、いいキープ、お杉に抜けてくるか、手には奪われたくないぞ、はい、しっかりつないだ、カズからヒロポン、カズいいダイレクトパス、キープして、カズキープ、カズキープ、うん、素晴らしいキープ、ヒロポンに戻して、ここさあ、うー、惜しい、奪われました。まあ縦パス入れば、お杉からショー、スーパーサブの選手気をつけたい、うん、お杉から奪った、手にが奪い返した、日立システムズ、お杉右サイドキープ、とすごい激しいプレス、うん、奪っていったらヒロポン、いい位置で取りました、いけるか、ヒロポンキープ、さあこれいいキープです、サイドに散らした、来たスーパーサブ、数来たぞ、中空いてる、出して、いやどうだこれ、入った、どうだ、入った、どうだ、ヒロポンが手を掲げて、うわーしか出なかった、惜しかった、オフサイドですね、残念ながらこのシーンでオフサイド、日立システムズはアンドでしょう、前出ちゃったっすね、そうですね、一歩出てしまった、はい、まだあるぞ、手に集中したい、そうですね、89分間もなくアディショナルタイムが気になるが、手につなげるか、さあさあ日立システムズは、いや落ち着いてる、いくか、アディショナルタイム2分、奪ったテニーボール、まだあるぞ、ワンプレー、ワンプレーあるぞ、さあ集中したい日立システムズは、集中して守りたい、ヒロポン、いやーこれはカズのシュート、まだあった、まだヒロポンが打ってきた、本当に勝ったら日立システムズです。いや最後手に汗握りましたね、うわーやっとしました、はい、
うわー、さあ、それでは、まずは残念ながら負けてしまいました。株式会社テレビ新潟放送も、ヒロポン選手いかがでしたでしょう。惜しかった惜しかったんですが、相手に冷や汗をかかせることはできたと思うので、今日は多少達成できたかなと思います。そうですね、こちら側もいい汗をかかしていただきました。またね、次節以降頑張ってください。惜しかったです、はい、ありがとうございます。はい、では見事勝利を収めました株式会社日立システムズ翔選手、おめでとうございます。出世です。ありがとうございます。どうでしょう、やってみて。はい、急遽メンバーが変更してちょっと初めは焦ってたんですけれども、はい、無事勝つことができてよかったです。はい、明日からねまた仕事張りが出るかと思いますね。地位が一個上がるということで、引き続き、ね、また、リーグ戦頑張ってください。ありがとうございます。はい、本日第5試合目でございました。天竜はまた逆転されるというちょっと悔しい展開でございましたが、ね、あと最後ちょっと追いつきたかったですね。そうですね、惜しい、あと一歩というところでございましたが、オフサイドに阻まれましたね、はい、サーバーが手にもかなり調子後半上げてきてますので、うん、このまましっかりね、施設に勝っていただければと思います。日立システムズはなんとか離されずに上位についていきたいというところでございますね。はい、では両者ありがとうございました。さあ、それではデイ8最後の試合第6試合目を、行いたいと思います。第6試合目は株式会社講談社激坂対 OK セレクト株式会社となります。まずはホーム側、株式会社講談社激坂からはコウ選手、ケンタクル選手の出場となります。それではコウ選手、意気込みをお願いします。本日2位と OK セレクトの対決でございますが。そうですね、ここが本当に大一番になると思うので、なんとか勝って優勝に近づきたいなと思います。はい、ありがとうございます、頑張ってください。さあ、それでは対するアウェー側は、OK セレクト株式会社ですね。出場する選手は、長田社長選手、曽根選手となります。それでは、社長、本日の意気込みをお願いします。バイエルン着てきましたんで、頑張ります。はい、これでユベントスからことでございますね。はい、これで1位を食えるかどうかという、大事な試合でございますので頑張ってください。さあ、ソネッチがお酒を飲んでいない、飲んでいた。今日は静岡麦酒なんだそれは。見たことないビールをソネッチがグビッときました。札幌です。札幌、さ、2回続けて札幌ありがとうございますね。数量限定。そうですね、はい。さあ、それでは試合開始前、皆さんに恒例の掛け声をお願いしたいと思います。アフターシックスリーグと言いますので、続けてスタートとお願いします。それでは参ります。アフターシックスリーグスタート。さあ、それでは両者試合開始お願いいたします。さあ、本日最後の試合、最後まで、日向さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、1位2位の直接対決でございますが、はい、どうでしょう。まあ、やっぱり今日見た中でも一番レベルの高い試合が見れるんじゃないかなと期待して。そうですね、はい、勝った方が1位でございますから、はい、どうなるか。バイエルのユニフォームを見ました長田社長、まあ、気合いバッチリでございますね。ここが駆け引きが、そうですね、本当にバイエルンを選ぶのか、選ぶのか。また、ここが違うブラジルのチームが取ってくるのか。もしかしたらね、サンパウロ FC を使ってくるかもしれません。気合入ってますね。そうですね、サンパウロ選んだら。シャルケか、どれを使って、ノーマか、AC ミランか。フェイントも入れながら。フェイントも入れながら。高難者激坂がスッとバイルみたいになってきましたね。はい、さあ、どれでいくか。ユベントスか。しまった、長田社長の用意したボケを先に言ってしまいました。僕は待っておくべきでした。ここでユベントスかいと言ってあげるべきでしたね。失礼しました。はい、今度うなぎをごちそうに参りますね。さあ、バイエルンミュンヘン対ユベントス、どういう戦いになるか、フォーメーションも気になります。勝った方が1位になります。はい、激坂は死守したい、 OK セレクトは ついていきたいというところでございますね。さあ、
激坂が勝っているの で、 そうです、ね、勝っても2位ですね。失礼しました、はい、そうですね、激坂が先ほど勝っているのでここで負けると苦しくなるという形ですね。そうですね、はい、負けると一気に勝ち点4差、2試合そうですね追い越せないということで、なるほどなるほど、 OK セレクトは勝たなければ苦しくなりますね。そうですね、ギリギリまだ追いつける範囲にはいるでしょう、はい、さあしかしやはりどちらにせよやはり負けたくないですね。突き放したい激坂、はい、突き放されるわけにはいかない OK セレクト、うん、1試合目を激坂勝ってますからね、はい、まあ、1試合目は結構流れ的には危なかった試合だったので、危なかったですからね、はい、どうなるか、しっかり勝負強く勝ってきてるんで、はい、1位と2位の対決でございます。 OK セレクトは勝たないと3位になりますね。日立システムズが今勝ち点で1点リードしております。激坂は勝つと一気に優位になります。 OK セレクトはなんとか勝って追いついていきたい。さあデイ8の戦いでございます。1位と2位の対決、はい、第6試合目がキックオフされました。高段者激坂から2ホーム、バイエルミュンヘン左から右へ攻めます。 OK セレクトがユベント、さあつながってくるか、うん、OK セレクトはユベントス、白と黒の2ホームで右から左と攻めます。さあ奪ったケンタクルス、高段者激坂、さあこれ開幕チャンスか、チャンスです、クリア、ソレッチ、長田社長がぶつかったがどうだ、奪った、さあソレッチ、逆に高段者激坂がちょっと集中したいですね、ここは、まあ、ちょっと今バタつきましたけどしっかりクリア、そうですね、 OK セレクト良かったですね。 OK セレクトはキックオフのチャンスものにしていますが、奪った、ケンタクルス、さあソレッチ、長田社長がソレッチ、さあ、これいいパスですね。いやー、ナイボール、ソネチダイレクト、うん、まずはファーストシュートは OK セレクト、素晴らしい、 いや、あのパス素晴らしかったですね。そうですね、さあキックオフの危機は免れましたが、コーナーキック OK セレクト、ニアに入れてきた、ソネチ、さあまだある、長田社長のシュート、なんでそこでいる、なんでそこでいたんだ今のディフェンスはどういうことだ、なんとか防いだ、いや助かりましたね、助かりましたね、コーナーキックじゃないですね、はい、ポスト、ポストでしたか ね、 ですかね、なるほど、ケンタクルス、こう、うん、ケンタクルス中央入れた、こうキープできるか、振り向いてシュート止めた、まだあるぞ、まだあります、こう落としてケンタクルス中央入れたか、さあこれを奪った、OK セレクト、ケンタクルス、ふわっと浮かしたオシャレなパス、さあ高段者激坂、激坂、いや事故ってる、事故ってるがすごい、これはさ、いや OK セレクト、決めたかったですね今の、危なかった、いやいい、惜しかったですね、素晴らしいスルーでしたが奪った、こう高選手の守備の時はカーソルチェンジが早いので、はいはい、しっかりケアできてます。なるほど、やはりその辺の技術、はい、さすが1位というところ、ソネッチ、長田社長、渡してケンタクルス、しっかり中固めてますね今、そうですね、はい、さあ守備、さあここサイド、このサイドを OK セレクトは気をつけたい、4人でいく、うん、ナイスキープ、ケンタクルス、さあ2枚でいく、このサイド、ここを潰したい、うん、OK セレクト、さあコーナーキックチャンスは激坂、蹴るのはこう、あそこ前向かせたくないですね、できれば、そうですね、はい、そうマニュアルで入れてくるガニア、これをしっかり防ぎます、OK セレクト、ソネッチガニアのカバー、いや入れてきた、このボール気をつけないか、うん、さあヒヤッとしました、思わずおーと息が漏れましたが、さあ社長はずっと楽しそうですね、そうですね、さすが社長ですね、はい、どしっとしております、はい、この緊張なシーンでも余裕を見せる長田社長、ソネッチ、さあまずしっかり前を向きました、はい、しっかりセットしますね、そうですね、守備もどうしていこうかというところ、激坂も人数を揃えてしっかりと、はい、壁を揃えております、その長田社長がソネッチ、うん、こぼれる、これ気をつけたいか、まずは大きくクリア、ケンタクルス大きくサイドチェンジ、
つながるか。奪った高打者、激坂マイボール、これいい取り方しました。こうサイドが空いてきます。こう前を向いたぞ。いやいい走り、ケンタクルス打ってきた。ケンタクルス両手でガッツポーズ。1対0、はい、トリッソ の、 あの斜めに中に入ってくる動きで、はい、ニャブリをフリーにしましたね。なるほど、やはり攻めも分厚い、おとりになる動きが素晴らしかったです。そうです、多彩で分厚い、それが1位のたるゆえんか。いや、うまかったな。まず先制は高段者激坂、このトリッソが中に来るんですよ。そしてここですね、ニャブリが後から、そしてしっかりと背負り取りニアと空いたスペースに。マニュアルキーパーをしてれば防げたかもしれないですか、ね。まあ、でもなかなか難しいですよね、今のタイミングが。もうドフリーなので、はいはい、さあ先制をしたら今年は激坂、 OK セレクターを奪われた形。ソネッチ、さあ開幕、うわー、キックオフ奪いたいか、どうだ、かかとに当たっちゃいましたね。そうですね、中央に入れた、ソネッチ、いや落ち着いてる、うまい、大沢社長抜けてきた、ソネッチ、よー、ロナウドキープしてる、打ってきた、素晴らしい、黙ってられるかという反撃の一撃、はい、まずあそこロナウドに罰で入れれるところがポイント一つ、はい、この後ここ、ね、あとロナウドで急がず、はい、一回も入力入れずに、はい、しょえるっていう落ち着きが素晴らしかったですね。やはりこれが2位の底力、はい、そして1位に食らいついていこうという気迫、はい、前半でまずは返しました、 OK セレクト、いやすごいいいゴールが、そうですね、熱い戦い、はい、まさに天王山ふさわしい対決。待って、浮かしたソネッチ、勢いが出てきた、 OK セレクト、ソネッチ、 OK セレクト、こうして大沢社長入れてきて、うん、さあコーナーキック、ね、OK セレクト、勢いが出てきましたね、はい、最後のあのグランドパスも、はい、結構事故るんで、そうですね、はい、狙っていたかもしれません。ニオサイド入れてきたが、うん、惜しかった、ソネッチ奪って、まあ、お皿社長入れられるか、さあここここ、おー、惜しかった、今スタッフもおーという、はい、今飛び込んできたロナウドで、やっぱり最後のところ、はい、アラバとリュカエルなんですか、はい、両方ロナウドには勝てないので、そうですね、ロナウドに勝てる方が少ないでしょう、はい、ケンタクルス、逆に今年激坂チャンスを作っていこうというところ、ケンタクルスキープさせない、ソネッチ奪った、うん、オーケーじゃなくて奪ったぞ、急ぎません、ゆっくりいく、はい、ここは激坂しっかり戻って枚数揃えます、はい、いや守備も攻撃も落ち着いてますね。そうです、お互いに両者とも落ち着いています、はい、おさら社長ソネッチ、はい、ここも攻め急がないですね。そう、さあ入れてきたロナウド、一旦落としてソネッチ奪った、ケンタクルス、いや右サイドキープ、いやこの背負えます、ね、奪ったソネッチ、これがファウルか、素晴らしいカードが出てしまいました。アフターシックスリーグ、見事なレッドカード1枚目は OK セレクトでしたからね。あ、そうだったんですね。そうです、はあ、記念すべきレッドカード1枚目は OK セレクト、気をつけたい、はい、まあ、今となってはその会場といえば日本 PC サービスに持ってかれちゃった、はい、そうですね、スライディング特攻部隊は今は日本 PC サービスが、はい、あ、そうですね、はい、さあソネッチがキープ、はい、いや、うまいですね、ボールの持ち方、慌てないですね、はい、サイドしっかりマイボールにして形を作っていこうというところ、うん、奪った、コウが奪った、なんですか、お願いしますっていうパスが少なくて、はい、相手の動き見てしっかり狙って出すパスがお互い多いので、そうですね、さあ1対1、はい、レベル高いですね、時間が本当に10分かというような、あっという間に過ぎました、緊張の戦い、やはりこれが1位と2位、実力者同士の戦いですね。いや本当そうだと思います、攻めも守りも急がず焦らず落ち着いてという形ですね、はいはい、どっしり構えてお互いに守って攻めての攻防、うん、どう動いてくるか、結構焦っちゃうと適当に三角長押しとかしちゃうんですけど、なるほど、この両者はないですね、お互いにそれがないと、はい、しっかりと意図を持ったパスということですね、はい、さあキックオフ気をつけたいが、エンドが変わっております、 OK セレクトはユベントス、うん、左から右、これいいカット、激坂が赤いユニフォーム、バイエルンミュンヘン、右から左と攻めます、さあ抜けてきたぞ、これケンタクルス、ケンタクルスキープしたが、うん、これがキーパ ー、ソネッチがキーパー操作しています。いや惜しかったですね、惜しかったですね、はい、まだキックオフの脅威は続いております、この試合気をつけたいが、こぼれた、奪った、あ、奪いました、ソネッチ、はい、中央空いているか、いやいいよ、ここ入った、
さあディフェンスに当たるかまだあるかどちらのボールになる。後段射撃差がつないでくるか奪ったその位置、キックオフからちょっとバタついてますね。そうですねお互いにちょっと慌てているか。まずはマイボールでゆっくりしたい。抜けてきた長田社長か。さあ3人でしっかりディフェンス、というところで少し止まった。おっと、まずか大丈夫か回線を、はい、回線かどうだ。シェアプレーが少し消えたので、はい、まあ両者の顔を見て、そうですね、はい、ボールを一度、はい、持っている方を出していただいて大丈夫でしょうか。すいません、おっとすいません、これはごめんなさい、激坂さんが入った、激坂が点を取った、はい、2対1、ケンタクルスのガッツポーズで分かった、はい、これで実はシェアプレーをできますでしょうか大事なシーンが伝えられない。さあそれでは、試合開始お願いいたします。そうですね、高段者激坂が1点リードしました。後半戦、はい、どんな形で点入ったか気になりますね。おそ、ね、らくセンターサークルあたりから超ロングシュートで入ったと思います、はい、あーなるほどおそらくそれでしょう、はい、決まっていればハイライト、はい、一面を飾っていたかという素晴らしいシュートでございました。ケンタクルス選手が喜んでたので決めたのはケンタクルス選手かなと。さあフォーメーション変わってますかね。変わりますね、はい、さあ OK セレクトは行ってまたリードされました。ケンタクルス選手が肩を回して、さあ落ち着け俺という感じ、はい、さあコウ選手は相変わらずのポーカーフェイス、さすが編集長、はい、どしっと生じます。こちらも、はい、ゆっくりと自分のペースでいくか。まずはキングスレイコマンを激坂入れますかね。そうですね、はい、はい、そしてまず1枚というところですかね。 OK セレクトは2枚入れてきますね。はい、モラタモラタとベルナルデスキですかね。ベルナルデスキを入れてくる、はい、ST でもらった CMF でベルナルデスキ、はい、はい、そうですね、はい、え僕の助言がそうですね、 ST じゃなくて CF だろうと CF だ早速取り入れてきました、はい、OK セレクト。ちょっと人とは違うことするのかなって期待もあったんですけどやはり勝ちたいという思いが、まあセオリー通り CF ですよ ね、 というところですねやはり勝ちが勝ちが目を、ね、目がくらんでしまったが勝ちに、はい、さあ1点先、リードを許しました OK セレクト。しかしまだ分かりません、まだまだ60分でございますが、はい、高段射撃坂はリードしました、はい、さあ奪ったぞソネッチ、中央入れてつながるか長田社長、はい、ソネッチつながるかケンタクルス奪って一旦外出します。キックオフをやはり切るっていうのは大事ですね。そうですね、大事です、はいはい、さあソネッチのスローインどうなるか、スロワーを切り替えるか。 OK セレクトは真ん中で前に人数増や、はい、ちょっとポジショニング変えて増やしたので、はい、結構真ん中でゴリゴリっと、あ押してくるかもしれない、はい、事故って1点とかもあるかもしれないですね。さあごちゃごちゃサッカー、はい、OK セレクト抜けてきた、そのチップさあロナウドキープできるか、うん、3枚2枚でいく、うん、上田長田社長、はい、ソネッチキープして抜けてきた、いやいいパス、ソネッチなんとか防いだ激坂、今のも真ん中を、そうですね、グリッとソネッチがうわーしくったという髪を駆け上げていきました。まだチャンスです。 OK セレクトキッカーはソネッチ、高段者激坂は集中して守りたい、いや入れてきたがまだあるぞ、打ってくるかキープした、うん、奪った、いやーナイス奪った、長田、うん、社長奪った、あーいいとこ見えてる、出してきたソレッチ、ソレッチが出してきた、キーパー少し体勢が悪かったか、そのディバラへのパスでもすごい見えてるなと思いましたね。そうですね、 OK セレクトまだ分かりません、気持ちは折れていない、はい、でも押せ押せなのは OK セレクトじゃないですか。そうですね、少し、はい、ペースを作ってきてるのは OK セレクト。左サイド出してきた長田社長から抜けてきたか、これは惜しかった、守った激坂、まあ、激坂は攻撃意識を1個下げしてて、はい、OK セレクトさんは1個上げですね、1個上げっていうところで、はい、まあ、ここでどっから1点取れちゃえば、そうですね、はい、どっちが1点取れるか、次の1点が勝敗を分けそうです。抜けてきた長田、うん、社長、いやさあ早いパス出たがまだあるぞ OK セレクト、左サイド上げてきて、うん、こぼれ球まだ拾います OK セレクト、
長田社長に入れて、はい、さあまだあります。 OK セレクトの方にボールが転がります、はい、やっぱ劇作さんは1個下げしている分真ん中ペナルティエリアの中人数多いんですけど、はい、クリアした後が、ね、アタッキングサードですね、はい、あそこのあたりに人が少ない ここですね、ここですね、ここに人数が少ない、はい、ただこれ拾えればしかし OK セレクトにボールが転がります、うん、神様が OK セレクトに手を差し伸べているな。それぐらいこぼれます、はい、抜けるか、しかし回りました。高田下激坂、うん、一旦出しますね、しますね、はい、思い切ってサイドに出していきました、はい、これでもかというぐらい蹴りました。もうちょい前に蹴りたかったなと思って、ね、ちょっと操作ミスったかもしれませんね、はい、まあ、でもスパサムを入れて流れ悪かったので一回もう切って、はい、なるほど、選手入れ替えたいっていうのはあって確実にあったと思います。そうですね、はい、まだスーパーサムの選手いますからね。そうですね、ドグラスコスタこれで入れてくるんですかね。入れますね。サネもいます。サネも入れますね、はい、さあこの2枚入れてきました、はい、これ左サイドに一気に2人いるので、はい、OK セレクトはキエリーニがイエローカード1枚もらってますね。 あ、ドグラスコスタ右に行きましたね。あ、右に入れましたね。右のトップ下ですね、はい、ですね、オフェンシブミッドフィルダーに入れてサネが左ウィング、うん、アルトゥールを入れているのは OK セレクトですね。右サイドハーフか、はい、結構このリュカエルなんですが相手バイエルミュンヘン真ん中にいるんで、はい、そこをうまくロナウドだったりモラタで競らせてヘディングとか、うん、なるほど、僕だったら狙っちゃいます、ね、相手の低いところを狙って、はい、なんだ、もう僕らのチームはロナウドをもうリュカ側にしちゃったりします。なるほど、そういうことですね。もうそういうのもパワープレイ上げるかもしれませんね、はい、でもまあこの時間ではもうパワープレイありですね。そうですね、はい、80分になろうというところです。入れてきた、うん、その通り入れてきましたが、ここキーパー飛び出す。ノイヤーはかなりそうですね、仕事してますね、はい、いい方に今日は転がってますね、はい、ノイヤー、おっと飛び出し見せてお見合いしてしまったが、はい、これが息が合わないか。コウが奪ってっがっつりキープ、コウ、はい、がっつりキープした。いやー、ついてますね。ケンタクルス、ケンタクルス、コウ、はい、おっと、あー、いいカットです。お互いに跳ね上がったが、ソネッチ2枚でいく、激坂落として、さあ、いやこれマイボール、うん、ふわっと出してきた。もう徹底してますね。そうですね、はい、さあ長田社長、カウンターでも守りきるって感じですね。もうこれは激坂は守りきろうという形ですね。勝ち点差的にも、もう最悪引き分けでもいいから、もう守りきろうっていうところはあるのかもしれないですね。さあ OK セレクト、負けは許されませんが、ね、さあ奪った、こう、いやこれもさあ、そう、急ぎませんね、はい、いやー出してきた、とても絶対、いやーいいパス、こう決めてくるか、スライディングサレッチ、いやーやったー、シュート決めてきました初めてガッツポーズを見せた、こう、アンドのガッツポーズか。そうですね、この縦パスやはり狙ってましたね。カウンター一戦という感じ、はい、この縦パス一本、まあ、OK セクター今あのサネ持った時に横パスやっぱ狙いたくなるんですよ。はい、早く点つなぎたいので、そこをうまく、うまくスーパーキャッセルで、はい、対一、激坂強し。さあ90分になろうというところ、アディショナルタイムは2分。 OK セレクター苦しい。そうですね、1点でも返したいが、いけるか、長田社長抜けてきて、これで返せば、セレクターオフサイド、これがオフサイドだった。ギリギリ出てますね、左肩が出たか。もうこれは激坂は急がないでしょう、うん、大きく蹴った、これをまずは OK セレクト、はい、奪えばワンプレーあるか。さあラストワンプレーか、戻して苦しいか、3対1突き放しました激坂。レベル高かったですねこの試合、素晴らしい試合でございました、はい、さあそれでは残念ながら負けてしまいました OK セレクト、ソネッチ選手いかがでしたでしょうか。ちょっと酒の量足りなかった酒の量が足りなかった今度は日本酒一升瓶お願いしますはい、はい、まだ戦い続きます。まだ終わったわけではないのでね、集中して頑張っていただければと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、では見事勝利を収めました高段者激坂からは、ケンタクル選手いかがでしたでしょうか。いや、首位決戦で勝てて本当に良かったです。前回あの唯一黒星を喫してたので、はい、OK セレクトさんには勝てて良かったです。はい、このまま、単独で1位になりましたので、油断せず突き抜けていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ本日そしてこのリーグの天王山といってもいい戦いでございましたが、はい、日向さんいかがでしたか。いや本当、その天王山という
試合にふさわしい試合で、本当攻守ともに落ち着いて、なんか適当なパスとかじゃなく、はいはいはい、狙ったパスだったり、ね、狙った動き出しが多くて、はい、見応えがありました。はい、アフターシックスリーグも少しずつ順位がはっきりしてきて、追いついたり追い抜かれたりと、熱い戦いが後半戦に向けてね、繰り広げられていきますので、各地の皆さんね、最後まで、集中して頑張っていただければなと思います。ありがとうございました。さて、それでは本日行われた試合結果見ていきたいと思います。出ますでしょうか。さて、本日行われた試合結果を確認してみましょう。さあ、日向さんいかがでしょうか。激坂が見事2連勝で単独1位、そして OK セレクトが日立システムズに抜かれるという、はい、そうですね、はい、上位が入れ替わ、上位の3チームですね、2位と3位が入れ替わりましたが、はい、どうですか、印象は。基本当に最後の天王山の試合はやっぱり印象に残りました、ね、そうですね、緊張の試合でございましたが、はい、プロ顔負けといった感じでしたか。いや本当、おとりの動きだったりっていうのは、はい、プロでもやっぱプロだからこそ我が出ると言いますか、はい、自分が自分がってなってしまう人多い中、ああいうデコイ、はい、おとりの動きできているっていうのはすごい勉強にもなりましたし、はい、大事だなっていうのは再認識になりました。はい、ありがとうございます、はい、それではデイ8を終えての順位表になります。アフターシックスリーグウイレ部門も残りわずかとなってきました。次回デイ9では半数の企業が最終戦を迎えるクライマックスに突入します。これまでの動画でデータはたくさんあるので、研究を怠らないように、頑張っていただければと思います。企業同士の交流が目的でも負けられない戦いがここにもあります。それでは日向さん、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回のアフターシックスリーグ e フットボールウィニングレブン2021シーズンアップデート部門デイ9は3月1日19時からプレミア公開でお送りいたします。それではまた次回も e スポーツの世界でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。